大丈夫かな？音は乗っているっぽいが、ゲーム音大丈夫か？あ、ちょっと待って。ゲーム音は乗っているっぽいが、スピーカーになっとるな。ちょっと待ってね。ヘッドフォン、セット。これだ。これで、どうですか？オッケーっぽい。よし。あ、後ろ姿だった。OK、それでは音声大丈夫そうなので、今日もね、あの、のまのま王国違った、のま王国の、王国作りのね、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、改めまして、酒粕の皆様、こんどま。はじめましての方はごきげんよう。酒呑童子ののまののまでーす。ちょっとね、今日ね、まだ時間あるやと思って、いろいろ動画を見ていたら、割とね、配信ギリギリになってしまって、若干今日これからやることの準備が終わっていないのですが、まあ、ゆっくりとね、今日もおそらく4時間くらい配信しますので、ゆっくりね、おしゃべりしたりとか、あとは、今ね、画面上にも出ておりますが、植林場とね、今日は畑を作る、かぼちゃ畑をね、作る予定となっておりますので、まあ、作業しながらね、やっていこうかなと思います。ということで、潮姫さん、待機ありがとうございます。のまのまチャンネルさんさ、なんだよ。ってことで、まずはね、乾杯からしていきましょう。OK、それでは皆様、今日も一日お疲れ様でございました。あ、かぼい！うまい。よし。そう、今日もね、なんだかんだ、あ、ちょっと外暗いな。よいしょ。ほい。そう、午前中ね、このまま、さっきからおったでしょう。よいしょ。ちょっと待ってね。とりあえず、シャベルがあればいいか。よいしょ。もうちょっとだけ増やしていこうかな。シャベル、あ、そんなにいらんか。ちょっと待って。ツルハシと、ツルハシとシャベルが多分あれば足りるんだが。よし。オッケー。よし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 。でね、今日は、前回ね、建築いたしました。よいしょ。挨拶しろって言われるので、そうよ。みんなね、ちゃんと挨拶してね。そう、挨拶基本だからね。こちらのね、建物の、この地下のところにね、地下に、畑とかね、そういった、畑と植林場をね、作っていきたいと思っております。で、サイズ的に、ちょっと一旦ね、ここから掘っていこうかなと思うんですが、よいしょ。あ、はしご忘れた。1、2、3。1、2。オッケー。ちょっと待ってね。よいしょ。私のね、この王国の中だと、地下はね、Y45 まで掘っていいよっていう風になっているんですが、地下をね、掘っていい場所は、王国のね、マス目でカウントをされている、おお、3つしかねえじゃん。マス目をね、カウントされているところのみということになっておりますのでね、その辺ね、ちゃんとね、調べつつやっていきたいなと思います。12で足りるかい？足りない気がするな。
までね、棒を作ってからのはしごを、こんなもんか。24、もうちょっとだな。あ、間違えちゃった。27あれば足りると思うんだよね。確かね、地下が24マス下がるくらいかな。24マス Y 軸方向に掘っていく形になるので、よいしょ。ちょっと待ってね。まず、この一番端っこのところを掘るじゃろ。掘るじゃろ。よいしょ。で、はしご。よいしょ。ほい。で、ここを直で掘っちゃうと、多分、地面というか、地上に穴が開いてしまうので、ちょっと待ってね。これで、横がね、1、2、3マス掘れるはずなんだよね。1、2、3マス。で、こっちが、2マス。で、ここに、折れない。あれ？ここどこだ？ちょっと待ってね。ここどこですか？あ、合っておりますね。そう、このね、凝灰岩だったっけな、を目安に掘っていかなきゃいけないので、ちょっと待ってね。これでよいしょ。なので、まず端っこここでしょ。で、ここからそうか、ってことは凝灰岩を直で掘っていけばいいのか。よいしょ。待ってね、これ一回外して、で、もう一回凝灰岩を置くでしょ。ほい。ほう。ここ後で穴開くな。ちょっと待って、だったら先に埋めとこうか。で、こっち側の端っこが、もうすでにここが。よいしょ。あ、間違えちゃった。よし。ここはここまで掘る。ほいで、最後の、あ、ここだね。ここも。下この辺まで掘るよっていう目安をね、つけておきます。OK。よし、これで、地下ちゃんとわかるはず。よいしょ。で、これね、割とね、しっかりちゃんと、土地のね、下を掘っていかないと、この下にね、作る施設、その植林場のサイズがね、この建物ぴったりに作ってあるので、いい感じに見守ってますね。よろしくお願いします。よいしょ。ちょっとでもね、多分ずれるとね、これ、よいしょ。植林場が、まあ、作れないわけじゃないけど、なんかね、おかしくなっちゃうんだよね。ちゃんとか、苗木とかが回収できなくなったりっていうのがあるので、ちょっとね、ここはね、しっかりと、よいしょ、掘っていきたい。あ、しのさん、こんなま乾杯、イエーイ。今日テンション高いね。どうした？ということで、しのさん来てくれてありがとうございます。今日も一日お疲れ様でございました。あ、乾杯。イエーイ。どうした？みんな明日でゴールデンウィークが終わることについてもうなんか絶望しているのかい？私はね、すでに絶望しているよ。明日で終わりだって、嫌だなって。なんだったら明日死刑宣告をされているから、すでに嫌だなってすでに思っている。なんでそういうこと言うんですか？
本当だもん。あ、だからなんかね、まだお休みあるから大丈夫っていう気持ちとね、明日で終わってしまうという絶望感とね、もう大変よ今、情緒不安定。わかんない、もしかしたらみんなも不安定かもしんないけど。いや、ゴールデンウィークのない私には関係ないね。それはなんだろう、羨ましいっていう風にはならんぞ。あ、まあまあまあ、あ、うん、そっかっていう、そっかってなるけど。よいしょ。キキで、ちょっと待ってね。ちょっとね、荷物いろいろ持ってきてパンパンになったので、よいしょ。一旦いらんものは、どけておこう。で、足場も今すぐには使わないし、ハサミも今使わない、かぼちゃも今使わない、石も今使わない、うん、そうだね。この辺特にいらないね。あ、で、作業台だけは後で使うかもしれないから、出しとこう。こんなもんですか？あ、あとバケツね。後々ね。よいしょ。よいしょ。水源をね、取りにじゃない、作らなきゃいけないので、バケツは必要。よし。まあでも言うてね、どこかの誰かさんはね、10連休だったらしいんだけど、私はね、3日から3、4、5、6、7、5連休なのでね、まあ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 、精神的なね、痛手は少ないですよ。さすがにね、10日休むとね、もうなんか社会復帰したくないってなるけど。いや、むしろ社会復帰したくないってなるから、1、2休まなかったんだけど。よいしょ。なんかね、あんまりね、長期休暇になるとほんとやる気なくすんだよね。もうこのまま消えてしまってもいいんじゃないかって思っちゃう。もうやだーって、社会に戻りたくないってなっちゃうから、あんまりね、長期休暇は取らないようにしている。まあ年末年始とかのね、もうすでに決められてる休みみたいなのはしゃあないってなるけど、あれ、これどこまでだ、そろそろ終わり、あれ長くないねえ、こんなに長ろうなら連休なしにしよう。あー、まあ連休は欲しいっちゃ欲しいかなけど、そうだね、まあ普通に土日休みだったらええかっていう気はしてる。ただ連休があった方が、まあ今回はね、新しいこのマイクラのシリーズ始めたからっていうのもあるけど、配信してるとやっぱね、連休、おお、だいぶ先までいらんとこやっとるな。なんかこうさ、大きめの企画とか新しい企画をね、始めるっていう意味ではやっぱね、連休があると嬉しいなとは思うけど、けど別にそんななんかね、職種柄、職種業種柄、ゴールデンウィークとか、大きめの祝日の連休ないんですよって言われても、そっかそっかってなる。ただそれだけだね。いや、じゃあ休みは多ければ多いだけいいんじゃ、働きとうない。それは真理なんだが、よいしょ。ほんとね、ほんとに働きとうないってなる。なんか働きとうないってなるから、あんまり休まないようにはしてる。ああ、もうほんとさ、所詮酒店童子だからさ、こうなんだろう、酒飲んで面白おかしく楽しく生きてた頃のこう記憶があるからさ、やだーってなるよ。そんな人間じゃなくてもそれはやだーってなるからさ。人間たちからお酒を貢いでもらって、私は一生遊んで暮らすんだってなるけど、よいしょ。けどね、
あの配信をねするためにもね、なんだかんだねお金はかかりますから、せちがらい世の中ですよ本当、人間界っていうのは。そうからゲームをね買ったりとかもあるし、配信機材新しいの欲しいなっていうのもあるので、働かねばならぬって思ってる。あでもね、まあ正直な話は働きとうないよねこれは多分人間だろうが妖怪だろうが多分同じ意見だと思うけど世界は誰かの仕事でできてるんだぞ、じゃあ私の仕事じゃなくてもいいってことだよね、そういうこと、誰かが働けばいいってことだよね、私じゃなくてもよかろう。ね、ほんとね、なんかもう一生ゲームして生きていける、あのなんか身分になりたいわ不労所得が欲しい。なんかね、友達がね誰かポンとお金くれないかなって言ってたんだけど、お金くれないかなって言うと人聞きが悪いっていうか、なんかこうさ聞こえが悪いから、そういう時はね不労所得が増えないかなって言えばいいんだよっていう話をしとった。本当にね不労所得が増えたい。出たな他人任せ週休8日を希望する。本当だよ、週休8日を希望するよ。メーデーメーデー始まっちゃうよだとね、だって別に野間さんじゃなくていいならね、あの野間さんより有能な人は世の中にたくさんいるからね。だから別にじゃあ野間さんじゃなくてよくないですかってなるけどあ、石がない。これで。あれもない。棒もない。棒ない。棒。これ何個できる？8つか8つもいらんかもな。とりあえず4つかな。無限有給休暇編ね、本当有給休暇で無限に休みたいわ。贅沢は言わないから金のなる木が欲しい。あの金のなる木っていう観葉植物が本当にあるんだなそれならプレゼントしてあげられるけど。ちょっと待って、今ここはいくつだ、あ間違えちゃった。66、意外とあるな。あのねこれね、まだまだ下をね45まで掘っていかなければいけませんので今日は長いですよ、ほんとね、ただただこういう地味な絵がしばらく続きますよ。連休もね、あの終わりに近づいてきて、みんなもねなんだかんだ疲れていると思うのでね、疲れてはいないか言うてそんな疲れちゃいないか。よいしょ。もう私の周りそんな、なんかゴールデンウィークだからといって、あ、V さんの話ね、なんか特別すごい大きい企画やってましたっていう人そんなに多くなかったから、そうね、なんか
言うてなんかこうさ耐久配信とかなんか長時間のコラボみたいなやつも全然多くなかったから、ゴールデンウィーク割とねまったりしてたね。よいしょ、4バカナのソラくんの耐久配信にしばらくいたくらいで、全然なんかいつもだったらなんかねこういうねゴールデンウィークの時とかに24時間何しますとか、あとなんだっけな、なんか3日間続けて何かしますみたいな、割となんかねかじりついて見てるような企画とかあったりするんだけど、今年はなんかね私が追っかけてる人とか、あの V に限らずだけど VTuber さんとかでもなんかねそういうの少なかったなって思う。見てる人が軒並み連日 5,6 時間配信するから体が持たん。しのさんは大変そうだね。しかも連休、ゴールデンウィークの連休ないにもかかわらずみんながゴールデンウィーク期間中だから配信するぞーってなってんだね。まあそういう時はねぼちぼち見ながら、あと残りはアーカイブでの方がいいと思うよ。まあ言うて私もさ2日か、そう、まあ土平日だったけど翌日がね祝日っていうことでだいぶ遅い時間までね4バカで喋ってたりとかそうしたからさ、あん時結局何時間だ、8時から20時から始めて2時ぐらいまで喋って、3時2時か、2時まで喋ってたのか、から26時でしょ、6時間だね。あ、すいませんでした、うちもです。うちもやってました。うん、でもやっぱね連休中はねいつもはできない長時間の配信ができるっていうね、やんなきゃって思う人も多いみたいね。私あんまりまあ言うて土日にもね4時間配信とかしてるからその延長線上みたいなところがあるけど、そう言うてうちもやっとったわ。うん、4時間配信くらいは別に私の中では普通の休みの日っていうさ感覚でいたけど、あとなんかさコラボの時は途中で枠が変わったからなんかねあんまり長時間配信をしてましたっていうイメージはなかったし、ほんとさ二次会なんて裏で喋ってる感覚でずっと喋ってたから。たまにね、あ、これ配信載ってるんだっけって思いながら喋ってた。うん、それぐらいね、普通にいつもの感覚だったよ、あれは。あまりにも、裏で喋ってる感じで喋りすぎて、アーカイブ怖くて見れないもん。ここは、ディスコードかなって思いながらね。モンハンしながらなんとなく聞いてた2次会で、なんか全然喋んないなと思ったら普通にねチラッとそう出てきたりしてたから、あ、何かやってるか他の配信見てんのかなと思ったら、あれだね、ガチャをね、まあでもそれぐらいの感覚で良いよ本当に。だらだらと喋ってましたからね。なんか途中でねこれ別に一回配信切ってよくないかって思ったもん。これ普通にプライベートトークになってるけど私たちって思いながら、このまま続けていいんですかって思いながら、うん。まあでもねたまにはねあんなのも良いですよ。アーカイブも眺めました。眺めたんかい。よう見たね。あれ4時間4時間くらい ?3 時間半ん?あって、わかんねえや。10時から、10時半か。10時半から2時くらいだから、4時間弱くらい。え?
4時間半か。ん ?4 時間弱、3時間半か。うん。めちゃめちゃダラダラ喋ってたね。しさ、4人が4人ともさ、何にも言わずにさ、一次会の時から普通に、おつまみ食べ始めるっていうさ。自由だなーって思いながら。なんかね、二次会はよくさ、みんなもぐもぐしながら喋ってたりするから、二次会くらいからはみんななんかおつまみ食べ始めるんだろうなと思ってたんだけど。まさかのね、一次会からだったね。土いっぱいだ。よいしょ。まあでもなんかね、まあ言うてそんなに4人でなんかこう集まって裏で喋ってるみたいなことも別に多くはないっていうか、数えるほどしかやってないけど、その配信のなんだかんだ打ち合わせだったりとか、よいしょ、よいしょ、なんか事前にね準備するものがあるときは集まったりっていうのはそうあるけど、基本あんまりなんか個別で喋ってたりはあるけど、普段あんまり4人でっていうのはないんだけどね。そうだけどなんかすごいすごい普通にいつも通りに喋ってたから、なんか普段の私たちをみんなにもねなんか感じてもらえたんじゃないかなと思いますよ。割とねいつもあんな感じ、何も変わらん。うん、私意外とみんなが思ってるよりは裏でね真面目な話ばっかりしてるよ。うん、よいしょ。だから集まるって言ったら本当になんか何かしらお勉強会みたいなことやってたりとか、あとはなんだまあ、さっきも言ったけど配信の事前準備とか、なんか私とわたげちゃんは暇があったりとかね、今作業中ちょっと一緒に喋暇だったら一緒に喋んないみたいなそういうこととかもあるけど、メンズはねあんまりねそんなにポンポン入ってこないから。からなんかそういう活動に関わる何かの時に集まって喋ったりっていうことはあるんだけど、割とねいつもあんな感じ。うん、で早めに終わったりするとちょっとマイクラやるかって言って綿毛ちゃんのサーバー行って遊んでたりっていうのはあるけど、よいしょ。あ、ポコヌマルさん、こんなのは結構余裕あるかなと思ってたけど、前回の配信からのスコリマスが思ったより減っててビビり中華した。そうなんだよ、割とね200から300くらい減ってくんだよね。ということでポコノマルさん来てくれてありがとうございます。今日も一日お疲れ様でございました。赤ボイ、あーうんまい、あーうまい、乾杯。ありがとう、ありがとう。ただね今回は前回建てた建物の下にね、下ここずっと掘っていって、で地下の施設を作るっていうことになるので、今回はねマス目減らないよ。だからこういう地下施設の作業をするときは減らないから、一応ね5月は残ります1000くらい残して終われるんじゃないかなって思ってる。あ、セピアちゃん、こんなもんです。マイクラ楽しそう。私もやろうかな。マイクラ楽しいよ。ただね、時間は減っていく。ということで、セピアちゃん来てくれてありがとうございます。今日も一日お疲れ様でございました。
あ、かわいい。あー、うまい。乾杯。ありがとう、ありがとう。なんかね、こういうね、ずっと地味に石を掘ってたりとか、なんかそういうね、単純作業が好きだったりしたら、多分ね、無限に時間が溶けていく。私はね、穴掘ったりするのがすごい好きなので、本当なんだろう、ちょっとね、考え事をなんかしたりとか、なんかいろいろ煮詰まってる時とかに、ちょっとマイクラやろうって言って、マイクラでこういうね、石をただ掘りながら、なんか次の配信どうしようかなって考えたりしてる。特にクリアとかないゲームって時間解けますよね。そうなんだよね。あと割とこう RPG とかのストーリーがあるものでも、レベル上げとか、ああいう単純作業大好きだから。そうだから、本当ね、本筋と関係ないところですごい時間が解けていく。穴暮らしの名前ってもうね、そうよ、私炭鉱夫だから、そう、炭鉱夫だからこそ、今ね、上にかぶってるこのね、安全帽、安全ヘルメットと、ピッケルをね、はるちゃんに、うちの作画担当のはるちゃんにね、作ってもらった。私も好き、単純作業。じゃあね、溶けてくよ、時間。マイクラはマジで沼ぞ。単純作業大好きみんなので、多分死ぬ瞬間まで遊べるのかが分かってるからこそ、マイクラは絶対手を。あれ、いいですよ。全然、気軽にね、手を出していただきまして。よしのやつだ。そう、よしのやつにね、似てしまった。あ、カルガモさん来てくれてありがとう。今日も一日お疲れ様でございました。あ、乾杯。はぁ、うまい。わかる、やりすぎるからやってない。みんな気軽にやろうぜ。みんなね、そんな怖がることはないんだよ。うんうん、怖がることはないのでね、気軽にね、マイクラ始めてもろうてね。私がやってるのは Java 版なんですけれども、各ね、コンシューマー版というか、ゲーム機でも出ておりますので、プレステももちろんだし、スイッチでも出てるし、携帯ゲームとかだと、あと、ビータ版とかもあったし、あとね、ちょっと操作はしづらいんだけど、スマホ版がね、出てる。うん。で、私がやってるパソコンの Java 版以外は、クロスプラットフォーム対応だから、だからのスマホ版も、プレイステーション版の人と一緒に遊べる、だったはず。私さ、マイクラ Java 版以外、Java 版って言えないんだよ。Java 版、以外にも、プレステ版、プレステ、スマホ、ビータは持ってるんだよね。マイクラそんなに、各種取り揃えてますみたいな感じになってるんだけど、マイクラの友達がいないから、誰ともね、マルチプレイしたことなくて。本当にスマホがプレステと一緒に遊べるかは知らない。PSP はあるのか。なるほどね。うん。でもね、スマホ版だと、いくらぐらいだったっけな。私が買った時はね、600円とか500円くらいだった気がする。で、家庭用ゲーム機版のやつは、どのプラットフォームでも、今だと税込みで3000円ちょっとくらいかな。だと思う。もしかしたら今、ゴールデンウィークのね、セール中でもしかしたら3000円くらいで以下とかで買えるところもあるかもしれないんだけど、ちょっとね、その辺はあんまり詳しくないや。コラボで使ったマリオパーティースーパースターズを買いに行った時に、中古屋さんでスイッチ版がね、3000円ちょっとだったのは見たんだよね。うん。
昔スマホ版ちょびっと触ったけど操作性マジで終わってておすすめしない。そう、私もねスマホ版触ったけどおすすめしない。あれはね、もしスマホが Bluetooth とかでコントローラーつなげるんだったら、まあまあまあ、お試しでやってみてもいいんじゃないとは思うけど、ただ家にその家庭、携帯ゲーム機とかプレイステーションとかがあるんだったら、いっそも直で買ってしまった方がいいと思う。うん、そう、スマホ版はね、私なんで買ったんだっけな、なんかその時すっごいなんか建築っていうか、まあ穴掘りなんだけどにハマってて、でなんかね外でその建築のアイデアが湧いた時にちょっとメモ帳代わりに使いたかったんだよね。そうで、まあ600円とかならええかって言って確か買った気がする。スマホゲームはコントローラー対応してくれよってよく思うね。ほんとだよ。なんだっけ、アクオスだっけ、いやソニー系の携帯かな、ソニー系の携帯とかだったら、コントローラーが確かね投げられた気がする。うん、その辺よく分かってないけど、けどまあ雰囲気味わうだけだったらスマホでもええんじゃないって思うけど、正直だったらお持ちのゲーム機のソフトを買った方がいいと思うよって思う。ああ、でもね楽しいよ。まあ、ただもしみんながこれからなんかモンハンじゃないマイクラね、やってみようかなって思うんだったら、まあ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  Java 版買っとけっていう Java 版買っとけっていうのはある。ただ Java 版はなんだっけな、 Xbox だっけな、なんかマイクロソフトのアカウントが必要なんだよね。うん、からその辺がちょっとねめんどくさいけど、昔と比べたらまだね登録しやすくなったっぽいからからまあまあうちのリスナーさんはとりあえず Java 買っとけ。スマホというか基本タッチ式の操作って操作性悪いのに世間様はなぜかタッチ式に絶大な信頼を置いている不思議。あとさ、タッチ式というかマイクラのなんか、なんて言うんだろうな、コントローラーで操作をするやり方をそのままスマホ版のマイクラに落とし込んだからめちゃめちゃ操作性が悪くなっている気はした。なんかさ、スマホのフラットな画面のところになんか十字キーとボタンの丸があるだけみたいな、あれはめちゃめちゃやりにくいよって思うし、ちょっと触っただけですぐにエイムじゃないけどさ、なんかずれちゃったりするからめちゃめちゃやりにくいなと思って。仮想コントローラーってやつね。そう、 PS4 とかのリモートプレイで Bluetooth してできたかのかもしれないね。なんかねその辺あんまり詳しくなくてやったことがないんだけど、直感的な操作とかって言えばいいと思ってる節がある直感的な操作をしようと思ってできないんだよね、ああいうのってね。直感で操作できるんだって言って触ってみたら私の直感ではなかったって思う。彼らが言っている直感と私の言っている直感はちょっと違うってなる。ちょっと待って、なんかね急に不安になったから一応マス目数えるね。 17×17 になればいいはずなんだ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7 OK、 こっち側は OK。 あ、ない。
ってきます。よいしょ。よいしょ。あれ、外暗い、暗いね。よし。そうかな。まあ、そうだね。どうしても、なんかこう、どうしてもスマホ版がいいっていう事情がない限りは、あの各こうなんかプラットフォーム版もしくは Java がいいと思うよ。わかんない、あのもしかしたらさ、今後あの何かしらの企画とかで Java 版でお前らついてこいってなるかもしれないから、とりあえずあのみんな買うんだったら Java にしてって思うけど、でもまあまあその辺はね、その辺はお好みですのでね。でそっち側は OK だったんでね、こっち側が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK 1,2,3,4,5,6,7 OK、 よし合ってる合ってる、 17×17 になってないとね、あのこのあといろいろとあの計算が狂ってくるんだ。そもそも前頭して直感的操作が必ずいいものであると限らないのに、全部に対応させようとするからズレが生まれ、まあそれはそうね。うん、チラッと頑張れ。それじゃ急だな。ということでバネ君来てくれてありがとう。今日も一日お疲れ様でございました。あ、乾杯。あ、そしてね、あのもしまだね、あの高評価押してないよっていうね、あの方がいらっしゃったらね、ぜひとも高評価ポチッとお願いいたします。皆様のね高評価一件が私のねこの野間王国のね敷地をちょっとずつ広げてまいりますのでね、ぜひとも高評価、もしねしてないよっていう人がいたらチャンネル登録、あとはねアーカイブになりましたらね、ぜひともコメント残していただけるとね嬉しいです。よろしくお願いいたします。あのチャット欄のねチャットはね、マス目に計算できないので。野間さんの王国、あら、お手伝いなんか荒らそうとした今。お手伝いできる日が来るのかもしれないのか。そうよ、今回おつ野間野良猫さん来てくれてありがとう。それでは今日も一日お疲れ様でございました。あ、乾杯。はい、そしてね皆様ね、強制労働という名のね高評価をよろしくお願いいたします。あ、みんな乾杯、ありがとうありがとう。おう、そうね、なんかね、じゃあ何もしないでさります、高評価押していけ押していけ。そう、あのもし今回はね割とこう一個ずつがちっちゃいから、なんかこうなんだろうな、わたげちゃんとかその辺をたまに借り出すくらいでなんとかなるけど、もしかしてね、大規模な何か作業をしなきゃいけないってなるかもしれないから、その時はねみんなね、あのガチの強制労働を強いますよ。なのでもしね迷ってるよっていう人がいたらね、Java 版でよろしくお願いいたします。高評価とアーカイブコメントは逃さずやって、領地確保に貢献していきたい。ありがとう、いつもね、あの高評価もコメントもありがとうね、ありがとうね、本当にね、助かっております。ありがとうございます。強制労働は断固拒否します。押してけ押してけ。あ、間違えちゃった。あ、まあ、いいか。よいしょ。ちょっと待って、今何マス目？61、まだ先でございます。おそらくね、今の感じですと、あと2時間ぐらい穴掘りますね。これあれだな、途中、さすがにあれだな、鉄ピッケルとかに変えてこないと無理だな。いやでもね、おかげさまでね、あのチャンネル登録者数もね、少しずつ増えておりますし、あとはあのみんながね、高評価をしてくれたり、コメント残してくれたり、いただいてるので、そう、できれば、5月にどれくらいだったっけな、300か400くらいの、マス目が増やせたらいいなって思ってたんだけど、割とね
ね、行きそうな気ではいる。しゃあない、2回押してけば。もう1回押そう、もう1回押そう、もう1回押してけおまけでもう1回押してけ。で今はね、まだ冒険というか、国もね作り始めてすぐで、その石を置いたりとか木材をね置いたり、まあ特に今は植林場がねなくって、木材、まあ陶器はあるんだけど、オークと白樺がちょっと今足りてないので、それをね、オークと白樺を増やすための植林場が欲しいなっていうのもあって、今建物をね頑張って作っているんだけど、ね、今まああんまりね本配信では出てこないんだけど、ブランチマイニング場のねところにね廃坑を見つけたので、廃坑に関してはちょっとね別でね、今ちょっとまだこの建物を建ててる最中なので、また別の配信で、ブランチマイニング場のね横にある廃坑をね攻略するぞっていう回とかをやりたいなと思っていて、ある程度ね施設が揃って、生活が安定してきたら冒険にもね行きたいなと思っております。あとね、牛とね羊がいる。牛と羊大事。仕方ないな、おまけでちょんちょんしておくわ。ちょんでいいよ、ちょんでね。OK。みんなもアーカイブコメント残そうな、一言、残すだけでもカウントされるし、大した手間かからないか、マジでお願いします。ありがとう、ほんと。まあ、なんかね、ビールジョッキの絵文字1個とかでもいいよまあコメントに関してはね、私が、固定コメントで残しているものはカウントされないんだけど、そのみんなとねやり取りをしてたりとか、まあそのリスナーさん同士何かやり取りがあったりしたら、そういうねコメント一個一個もカウントされていきますので、もしよければねコメント残しておいていただけると、皆様のその1個目がね2マスになって、私が返信をして 4マス分ね領地が増えますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。意外とね、意外なんかこうすごいいろいろ考えてどれくらいだったらギリギリ企画が成立するかなっていうのを考えてね、登録者も一人で10にするか5にするか20にするか、でも20にすると広がりすぎるなとか、高評価もなんか何マス分をカウントにするかっていうのね、すごいなんかねいろいろシミュレーション、シミュレーションして、そうやったので、そうぜひぜひよろしくお願いします。無本コメントで応援しよう。無本なの、応援なの、どっちなの。シミュレーションね。なんか油断するとさ、全部ちっちゃい「ゆ」がつく、シミュレーションみたいなみたいになっちゃうからさ、とりあえずなんか全部につけとけばいいと思ってるから、シミュレーションだって、シミュレーションらしいよ。うん、私さ同じようなやつでさ、なんかなんだっけな、なんかね朝ごはんだっけな、パンケーキだっけな、が有名なエッグスンシングスンってのがあんの。それもね、どこにすんが入って、どこに、すが入る、すが、すだっけ、うん、どこにね、すとんが入るかが分かんなくって、とりあえず全部につけてんだよね。エッグスンシングスンって言ってる。でも、いまだにね、正しい言葉が分からない。よいしょ。シミュレーション何読めないそれはさすがに読めないわ。前のやつ忘れてたから無本コメントして、無本を起こすな、コメント欄で無本を起こすな、コメント欄でなんか結託すんなよ本当コメント欄無本だらけになったらもう大変なことになるからね。ちょっと待って、鉄がない、さすがにね、ちょっとね思った以上にね 17×17 の範囲が広いっていうのと、思ってる以上に時間がかかってるから、さすがにここはね
鉄ピッケルと鉄のスコップに変えます。スペルが SIMU なのでシミュ。なるほど、スムレーションそこまでなまってないもん。スムレーソン、ダメだよ、それだったらあのスムレーソンになるよ。私ション言えないよ。とりあえずご飯も食べて OK。 んーで、お間違えた。へえ、そうなんですか。もうちょっと関心持とう。自分が言い出したんだよそれ。棒がないのか。棒がない。棒で、ツルハシとシャベル。もうそろそろシャベルいらんか。オッケー、よし。仮想演算、仮想演算って何、仮想演算って何、なんか強そうな技の名前。まあ言うてシミュレーションと書けば当たらずとも遠からず。確かにね、趣味ですっていう意味のね、あのシミュレーションでね。そのスムレーソンとやらは何、スムレーソン、あ、シミュレーションを日本語で言うと仮想演算ってことか。なるほど。よいしょ。さあ、見せてもらおうか。鉄ピッケルの威力とやらそんな変わんなくない、そんな変わってなくない。あ、でもちょっと早いな、ちょっと早いな。早い、結果早い。わあ、すごーい多分ね、コンマ何秒だけど、多分早くなってる気がする。あの、なんならこれ Y の45に到達するまでの間に今日のね配信時間終わんなかった可能性あるからちょっとね、ちょっと鉄ピッケルにお世話になります。鉄さんは耐久もあるし、そうね、あとはあのブランチマイニングね、たくさんして、あの鉄はねたくさん持ってるので、まあ多少はね、多少は無駄遣いしてもよかろう。うん、まあ、ただね、あのブランチマイニング上にそのトロッコを引きたかったりとか、あとなんか、ま、別でね、いろいろあのこれから使っていくだろうなっていうのがあったから、あんまりね、やれる範囲であれば石でやっていきたかったんだけど、さすがにちょっと無理だわ。鉄ピッケルはどちらかというと耐久値の上がり方の方がありがた。耐久値の上がり方、耐久値の上がり方ってなんだろう。あ、タゴサクさん、こんな間に合った、おはよう KP、 暑い、今日も寝起きかおはよう、おはよう、大丈夫、あの今日昼間めちゃめちゃ暑かったけど熱中症になってない、ということでタゴサクさん来てくれてありがとう。今日も一日お疲れ様でございました。あ、乾杯。元気に夜勤してきました。夜勤明けか、お疲れちゃん、お疲れちゃん。そりゃこの時間まで寝てるね。あ、石ピッケルと比べて、あ、なるほどね、そうね、石ピッケルと比べたらだいぶ耐久値上がるからね。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ、エアコン入れた。外うるさいからさ窓閉め切ってるんだけど、さすがにちょっとね空気の流れがなくて暑くなってきたわ。 KP、 イエーイ KP、 王国の発展、矢印、あ、矢印か、あの大なりブランチマイニング場の充実あのね、ブランチマイニング場だいぶ充実しておりますよそう、このね、王国のその建物とか、あとどこに何を配置するとか、あ
あとまださ全然建物が少ないから今はないんだけど、あの道をどうやって伸ばしていくかとか、なんかそういうのをねいろいろ考えてるんだよね普段ね。そうで考えながら、うん、どうしようかな、どうしようかな、とりあえず石掘るかって言ってブランチマイニング場行っちゃうから、ブランチマイニング場はね多分ねみんなが思ってる以上に充実しております。ただ、説明会の時にもね言ったように、 あくまでブランチマイニング場は趣味の場所なので、その基本ねブラマイをしたりするのは全部石ピッケルでやってるんだよね。そうなので、言うてそんなにねめちゃめちゃ広がったっていうわけじゃないんだけど、そうでも多分そうだね、ブランチマイニング場ガチ勢っていう意味をみんなにね少しずつ分かってもらえるくらいの規模にはなってる気がする。暑い暑いよね本当。言うて今日はなんか蒸し暑いですよね。そうなんだよね。そうなんか風がさ吹いてたらまだちょっとマシかなくらいだけど、そうなんかね立ち止まってるとなんかこうじわーっとくる。イエーイイエーイブランチマイニングはこう誰も邪魔されずに静かにうんたら気になるな。でもほんとなんかね、なんだろう、まあ今みんながね見ているのと同じような感じで、ちょっとずつ進みながらずっとボタンを押してるだけだから、もうなんかね考え事しながらとかちょうどいいんだよね。風がつかない。つかないな。風には疲れるな。明日エアコンの試運転始めるか。私もね今日初めてつけた。配信前にねご飯食べてたんだけど、近所のね唐揚げ屋さんがあるんだよね、専門店が。でそこでなんか今までに気になってた、なんだっけな、ホルモンの唐揚げってのがあって、ホルモンの唐揚げってのがあって、でそれをね買ってみたんだよね。で買ってみたらさ、なんか思ったよりも味付けが濃くって、でなんか別で買ったやつもなんかピリ辛系の唐揚げっていうか揚げ物だったから、なんかね食べてたらすごい熱くなってきちゃって、あ風が、あ泣かないね、ごめん全然コメント欄っていうかコメントの文字がちょっと遠かったから漢字見えてなかったわ。あと私ね乱視がちょっとあるから、こちらは今日は風が騒がしいです。何みんななんかなんだろう、どっかのネタなんだろうなっていう何だっけな、言葉がいっぱい来るね。のまさん微妙に分かんないんだけどさ、唐揚げおいしい、うふうひそういうね、なんか似たような文字今すごい見づらい。乱視は大変っすよね。そうなんだよ。かといってなんかねコメント欄を近くにやっちゃうとマイクラのね画面がちっちゃくなっちゃうんだよね。妹が苦労してる。そう乱視ね、乱視大変よほんと。雨の日の夜の道路とかね大変。車のライトがねなんか全部ダブって見えちゃって、なんかすごい巨大な なんか光の塊が飛んでくるみたいな風に見える。まあ、言うてね普段はねコンタクトをしたり眼鏡をかけていたりするのでそこまで困りはしないんだけど、そうもしなんかなんて言うんだろう、コンタクトがちょっとね不意になんか落ちてなくなっちゃったとか、そういう時はもうね大変なことになっちゃう。のまさんご乱心、乱心だけどご乱心はしてないよ。心は平常だよ。うん、ご乱心電柱してない、してない、ご乱心してない。殿様じゃないからね、大丈夫だよ。のまさん王様は今やってるけど殿様じゃないから大丈夫だよ。よいしょ。オッケー。いやーほんとね暑いよね。
なんかちょっとさ、まあ、昨日とかもあのちょっと出かけただけなのにさ、帰ってきたらすごいさヒリヒリしてて、もう日焼け止め塗ったのにもしかしたら日焼けたかもって思ったんだけどさ、あの割とこうゴールデンウィーク期間中ちょっとずつあの外で、まあ、あんまり長時間ではないんだけど、まあ、配信がねいつもよりちょっと早いってのもあって、まあ、そこまで遠出をしたり遊びに行ったりってことはしてないんだけど、あのお買い物行ったりとかね、なんか気になってるお店にちょこっと見に行ってみたりっていうのはしてるから、そのいつもより外に出てるさ時間が長くって、割とねあの日焼けたかもっていう感じはある。女王様だもんな。そうだよ、ひり伏しなさい。ゴールデンウィークで一気に暑くなるのほんまやめて。そう、あとさ昼間あったかいじゃん、で暑ってなって T シャツ1枚でええかってなるんだけど、日落ちたら普通に寒いのよね寒いっていうか涼しいっていうかさ、上着ないとちょっと困るくらいのあの涼しさになるじゃん。あれやめてほしいと思う。ひいひい、ひい服しときますかなんでそんなの、ひれ伏しなさいよ。ちょっと女王様ぞ。よいしょ。ほんとみんなあのなんだろう、ちゃんとした家を建ててあげようと思ってるけど、そのままだとみんなあの地下のなんか労働施設みたいなタコ部屋になっちゃうよ。なんでだよ。まあただね、あのタコサクさんはね、あの地下労ご所望だからまだあの地下労を作れる建物を上にたあの作んなきゃいけないんだけど、59まだまだですね。座敷労だった。そう外出ませんあ、そしてしのさんがひれ伏しとる。ただなんかあのこれでええんやろっていう感じはあの伝わってるけど。でも鉄ピッケルにしたからちょっと進みは早くなった気がする。なんでバレた？バレるよ。雰囲気でバレるよ。おお。あのね、なんかおうかと思ったらあの土下寝をしてるだけなのね。最初あの点々点に見えたわ。くつろいでてくさ、ほんとね。まあ土下寝っていうか下は多分向いてないからね、あれね。多分普通になんか横になってね、あのテレビ見てるおっさんみたいなポーズで寝てるだけだと思うんだけど。ほい。でさて、まだ言うてあれですよ。59とかだからやっと50代に到達いたしましたというところで、45まで掘らなきゃいけないんだけど大丈夫かなこれ。今のワイと同じポーズだわ休日のおっさんポーズしてる。本当はね、この作業をね、裏でやっておくべきかどうかを迷ったんだけど、これをね、裏でやっちゃうと、本編というかね、配信中にやることなくなっちゃってさ、すげえ地味だからどうしようかは迷ったんだよね。半分くらいやっとけばよかったな。雑談もできていいね。そうだね、言うて。あ、なくなった。よいしょ。ゴールデンウィーク期間中、まあ配信の時間は長かったけど、あの雑談らしい雑談の枠はなかったからね。あのまあさっきも言ったけどさ、あのコラボの二次会はだいぶ雑談というかプライベート感マシマシだったけど、うん、あれはまああれはまた別よ。野間さんなら素手でも掘れる。素手でも掘れるんだけど、あのね、素手で掘るとね、多分配信時間足りないね。多分12時ぐらいまで掘ってるよこれ。本当はね、石ピッケルで行きたかったんだけどね、石ピッケルで3層くらい掘るのにどれくらいかかったっけな、30分40分くらいかかってて、あ、こりゃ無理だってなったから、さすがにね、あのさすがにこう画面映えというのもあるし、
か面倍っていうかさ、あの今でこそさ、あだいぶ進んだねってなるけど、そう、1ピッケルで掘ってた時って、あの全然さ画面変わんなくってさ、なんかあの全然深さもね進んでなかったので、まあまあまあ生配信的な感じで早送りの載せてくれればどういうこと？あの このあーちょっと暗くなってきたな。あの動画で出すってこと？あそういうことね。あの裏でこんなのやってましたよっていうの出してくれればよかったってことね。まあそれまあそうか。よいしょ。多分ね、これゴールデンウィーク期間中じゃなかったら確実に作業雑談の枠になってた。し、これ配信の何回数が増えていて、で、よいしょ。作業雑談みたいなのね、枠を取るよう取るくらいこう余裕ができてきていたら確実に今回ね作業雑談会だったんだけど、いや、まだね序盤なのでさすがに作業雑談会にするわけにもいかんなって思って普通に本配信にしたんだけど、今日こそ作業雑談にするべきだったなとちょっと考えております。ツールごとの採掘速度の速さは目に見えて変わりますよね。そうだね。最初ね、石から、鉄にね、変えた瞬間はね、あれそんな変わったっけって思うんだけど、連続でやっていくと、あ、全然違うってなる。全然違うじゃんってなったから。よいしょ。そして、チェストが足りないな。チェストが足りませんが。ちょっと待ってね。今ね、一瞬トイレ行ってくるわ。で、トイレ行ってきて、自分のね、お部屋の方にチェストあったの思い出したから、ちょっと、トイレ戻ってきたらチェスト取りに行くわ。はい、ということでね、はい、終わりです。一瞬じゃなくていいよ、行ってきたよ、ちゃんと。一瞬じゃなかったかもしれんけど、ちゃんと行ってきた。キャートイレスー、まばたき、キャートイレスー、キャ、今日もお題が素敵です、まばたきも素敵、幸せとは。キャート、トイレさん、トイレさん、キャートイレさん、元気だな。テレ屋で無口なのがまた素敵。待って、あ、お帰りなさい。はい、ということでね、トイレさんの今日のね、初仕事でございました。よいしょ。ああ。はい。ということでね、皆様、特に理由はございませんが、乾杯！はあ、うまし。KP、ありがとう。よし。んだば、お部屋にね、チェストがね、死ぬほどあるんだよね。よいしょ。からさすがにね、あんだけね、たまるんだったら、あ、ついでに持って帰ってこればよかったな、石。まあ、いっか。こんだけ掘りましたになるしね。
6個くらい持っていこう。で、鉄はある。鉄足りるか。もうちょっと持っていくか。みんな乾杯。ありがとうありがとう。よし、ほい。またなんかキーボードが荒ぶってるな。よいしょ。よし。あ、こっちじゃない。違う違う違う。いつもの癖でブランチマイニング場行っちゃった。よいしょ。はい。今日はブランチマイニングじゃないですよ。乾杯。テンション下がっとるよ。トイレさんにも乾杯。ありがとう。トイレさんもきっと喜んでおるよ。これで、はい。これがマイスターのこの手癖でブランチマイニング場行こうとしてるのくさ。いや、あのほぼほぼブランチマイニング場にいるからさ。すまんすまん。ついいつもの癖で。あれ、今まで見ていたトイレさんは、あれそんなんおりましたっけ。あれおかしいな。あれ気のせいでは。あ、ちょっと待って。ついでにピッケルもいるね。よいしょ。今日は別にトイレさん来てないですよ。あのトイレさんにもね、あのゴールデンウィーク差し上げておりますのでね。クエスト中にトイレさん出すの忘れ、クエスト言っとったんかい。よいしょ。じゃあ続、あ、こっちじゃない。はい、ではね、続きをねどんどん掘っていきますよ。言うてね、まだ全然だからね。57、うん、さっきよりは2層、あ、でもあれか、さっき59の途中で見たから、まだ全然進んではおりませんが。いや、どこかでね、修繕のエンチャント本か村が見つかったら、そうね、師匠ガチャをして修繕欲しいね。だからちょっとね、ある程度その王国作りがね、あ、そうだった。あ、そんなにいらない。あの王国作りが進んだら、そうだね、村人を拉致しに行きたいね。そうだった。さっき松明も足りなくなっていたんだった。はい、よし、よいしょ。たまさんっていつもそうですよね。リスナーのこと何だと思ってるんですか。酒粕だと思ってるよ。酒粕だと思ってるよ。ほら、うちファンネーム酒粕だからさ、酒粕だと思ってるよ。普段はあんまり言わないけど。いいじゃん。まあ、ファンネーム酒粕ってどうなのよって思うけど、まあ、ええかって。あの、みんながね、私、誰々さんのファンなんですっていう意味で、あの、ファンネーム使いにくいなっていうのは分かってる。自称酒粕っていうのなんか嫌だろうなっていうのは分かってる。うん。まあでもそういうプレイだからね、これはね。しゃあないです。はい、で、あそこのね、あ、見えないや。あの、壁に埋まってる石炭も取っていきたいね。全然普通に言ってる。言ってる？ほんと？言えてるならいいや。うん。そういうプレイだよ。そう、いや、酒粕っていうの恥ずかしいなって言
思ってんだろうなっていうのを私はニヤニヤして見てるだけっていう、まあ妄想してるだけだけどね。みんなが本当になんか嫌がってるかどうかは知らんからさ。よし、オッケー。んーで、安山岩でいいか。ほい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 、よし。どうもカスです。あのそこで止めんな。私お酒飲めないのでカスでいいですか。でも何、酒カス食べれるんだったらいいんじゃない。うん、なんだっけ、カス漬けとかさ。どうもカスです、カスです。違うからちゃんと酒つけなさいよ。カスですだけ言うとなんかすごいさ、ド M みたいだよ。なんか新しい何かまた違うプレイになっちゃうからさ。酒どうもカスです、だから違うってば。酒入れるところも違う。ちなみに酒かすってあれだからね、ちゃんと何、お酒か、お酒の絞りかすの、酒かすの方のあれだからね、漢字にするとちょっと紛らわしいからカタカナにしてるだけで。うーんそんな難しいことじゃないからね。普通に酒つければいいだけだから、ちゃんと酒かすって言ってね。酒かすは甘酒になるので飲んでください。そうね、甘酒は酒かすタイプ派のタゴサクさんからね、酒かすは甘酒にして飲めというね、不況が始まりましたね。でもね、これからの時期ね、甘酒ね、夏バテ予防にもなるしね、お肌にもいいので、ぜひ皆様ね、飲んでいただけると嬉しいですね。酒つけたのに酒つける場所が違うのよ。酒とカス別単語じゃないから、一つの単語だからね。酒とカスは二個一だから、酒カスってちゃんと言おうね。よいしょ。キー。そしてね、本当にね、果てしないね作業をしております。これね、もしかしてね、今日チャット欄に綿毛ちゃんが来た時に、来るかどうかは知らんけど、来て、その時にまだね、この採掘作業、発掘作業、採掘か、採掘作業が終わってなかったら、多分ね、呼び出されると思いますね。ニコイチか、ニコイチなのよ。酒とカスはね、ニコイチだから。酒かすかすってこと、まあそれでもいいよ。かすがだいぶダブルになったけど、酒かすからさらに絞ったなんか出がらしみたいになってるけど、かわいそうに。どっちの話かな、綿毛ちゃんのことかな。うん、強制労働させるからね、大丈夫大丈夫。そうやってね、手伝ってもらうためにね、私これマルチサーバーにしてるからね。あれちょっと来てたら、ちょっとお前ちょっと手貸せやって。始まります、マイルドなカス。ハードなカスとマイルドなカスがあるのかな。都合のいい綿毛ちゃん、綿毛ちゃんは都合がいいよ。都合がいいっていうか、なんかこう何、ちょっと来てよって言ったらいいよって言ってくれるから。ああ、ね、もしかして何かね、作業が溜まってたりしたら無理って言うかもしんないけど。割とそういうね、カスカス。だいぶスカスカだねそれ。ふっかる、そう。そうだし、昨日もなんかね、割と真面目な話をね、チャットというかディスコードでしてて、
そうで、あのもしなんかあの時間があるんだったら、あの音声つなぐって話をしてたんだけど、やることあるから、あのマイクラもやりたいけど、あの今日は やめとくわっていう、そう話をしてたから、多分あの今日私がね、この採掘作業が終わってなくって、ちょっとおいでよって言ったら、ここぞとばかりにね来る気がする。割とそんなよ、いつも。よいしょ。あとね、あのこのね建物出来上がらないとね、綿毛ちゃんのあの島、あの通称愛媛が通称愛媛がね、いろいろね作業始められないから、だからこの建物ができたら綿毛ちゃんにね入職案内をしようかなと思って。そうなので、まずはねこの建物をね作んなきゃいけないんですよ。愛媛か、そう愛媛、私は勝手にね愛媛って呼んでる。わかんない、四国でもいいんだけど、あの四国って言ってしまうには小さいのよ。そう、あら、綿毛ちゃんのね、まあいろいろなんか作業をね始めてもらうためにもね、ここ作っていかなきゃいけないからね。よし、ちょっと待って、今何段目、55、あでもいい、あと10段ぐらい掘れば OK だ。あこれ俺かな、あの綿毛ちゃんの手を借りることなく終わるかな。終わらんわ、あと10段とか全然終わらんわ。だってここまでって1時間半かかってるからね。ダイヤブロック見せて。ダイヤブロックか、下まで行かないとないな。しかもなんか、まだね、掘ってないんだ。ダイヤ掘ってないし。よいしょ。ダイヤブロック、うん、そうだな、フルブロック作れるほどあったかな。言うてさ、黒曜石掘らないんだったら別にダイヤである必要ないかなって思ってて、この辺ね、あれね、ブランチマイニング上ガチ勢の悪いとこ出てるんだけど、最悪さ、鉄のツルハシまでで足りるから、別にいらんのだけどな、ダイヤって思いながら。でも今後ね、装備とかを作るためには必要になってくるから、そう、ちゃんとね掘っておかないといけないんだけど、別にブランチマイニング上は基本石のね、石装備でしか掘れないので、ピッケル。そこからなんかね、別に、まあ、後でええわ、と思って。ダイヤね、一個も掘ってないわ。よし。OK。んで、どこからだっけ？その辺から。でもほら、電気代わりになる光ってる石ってなんだっけ、なんだろう、ネザーライトだっけ、グローストーン、あーそれそれそれ、ネザーで手に入れるやつだね、あれ必要になるかもしれんやん。そのうちいるね。うん、のと、あとね、いろいろね、なんか作っていく上で、ネザーにあるなんだっけな、ソウルサンドっていうさ、泡がプクプク出てくる、ブロックは必要になってくるんだよね。あと本格的にいろんなシステムを作るってなると、なんだっけな、オブザーバーだっけな、っていう、オブザーバー？本当に？っていう、アイテムを作んなきゃいけないんだけど、それがね、
ネザークォーツが必要なのかな。から結局ネザー行かなきゃいけないの。でもさ、まずネザーの前にさっていう、いろいろ終わってないからっていうね、地上の整備終わってないから、まあええかと思って。うん。でもグローストーンは欲しいよね。グローストーン、そうだね。でもね、一応ね、今作っているっていうか、今掘ってるここが、木の植林場と、上の方の一部がね、かぼちゃ畑になるんだよね。で、かぼちゃ畑になれば、なんだっけ、ジャックオーランタンっていうね、ランプを作ることができるので、まあ、しばらくはジャックオーランタンでやっていこうかなと思っております。うん。なんか、グローストーンもさ、グローストーンライト、え、合ってる。どれが正しいか分かんないけど、あれもさ、ネザー行ってすぐに見つかるとは限んないから、下手をするとなんか大冒険が始まったりするんだよね。そのネザーがどこにつながるかにもよるから。なので、まあまあ、そのとりあえずね、ランプというか光源についてはしばらくは、かぼちゃ、違う、ジャックオーランタンでね、賄っていきたいなと思います。うん。そのためにも、今、かぼちゃ畑が必要です。かぼちゃ、かわいいからいいね。そうなんだよね。そう、かわいいし、量産できるから、植えちゃえば。畑作っちゃえば、いくらでも取れるから、あと床にさ、埋め込んだりとかもできるから、そういう意味でね、かぼちゃっていうか、そのジャックオーランタンが、建材としても、ライトとしても、割とね、好きなんだよね。トリックアトリート、トリックアンドトリート、両方とも両方行くんかい。トリトリ。何、急になんか、急にチャット欄がハロウィン始まったけど。まだ半年ぐらいあるからね、みんなね。あと、おそらく、今年も沼さん多分ハロウィンやんないからね。やんのかな、春ちゃん次第だな。春ちゃん次第だな。でもな、私も春ちゃんも、ハロウィン別に興味ないんだよな。今年ももう7ヶ月で終わるのか。折り返してないからそんなに哀愁漂うこと言わないで。なんなら、まだ8ヶ月あるからね。5月始まったばかりよ。大丈夫、大丈夫。少なく見積もっても7ヶ月半はあるからね。そんなまだ絶望する時じゃないよ。まあでもね、言うてね、すでに、1周年記念のところくらいまでの、スケジュールは、はるちゃんとは共有してる。早めにさ、言わないと、はるちゃんも忙しいからさ、こことここでこういうのがありますっていう、そう、お知らせはね、してある。で、おそらく、こことここで、こう、イラスト頼むと思いますとか、今のところ、ここではこういう感じのものを、やろうかなと思ってますっていうのは、いつぐらいだっけな。でも9月か。まだね、次のお誕生日の話はしてないから、1周年記念のところくらいまでのスケジュールはね、お渡ししてる。来月半ばで上司が変わっちゃうんだ。来るな、6月。お乳の上司、あんま良くない感じ。まあでもね、言うて私もね、6月から上司が変わるんだよね。つい最近さ、職場っていうか、こう、お勤め先自体がさ、変わったばっかりなんだけどさ、怒涛のように私、上司も変わるんだよね。から、不安しかない。まあでもなんか、まあ相手がどうであれね、配信ができる程度のね、忙しさがキープできたら、まあそれでいいやとは思ってるんだけど。強いて言うなら、いい噂一切聞かない上司っていう前情報。それはめんどくさいね。うん。悪い噂が聞こえてくるのも嫌だけど、いい噂を一切聞かないっていう、
のも嫌だね。それはしんどいね。私はね、6月になって上司が変わって、あまりにも、なんだろう、毎日会社に来てくださいとか、なんか、今までの業務量だと、余力があると思うんで、もっとお仕事増やしますって言われたら、やめますって。配信できなくなるんでやめますってなるけど。毎日出社できません、無理ですって。そうなるけど、まあまあ別になんかちょっとなんかめんどくさくなったなくらいだったらまあまあまあ別にいいかって思っておる。まあね、私はね、その楽しく配信をね、続けていけたらいいなと思ってお勤め先を選んでるから、なんか配信がねできないくらいのなんかいろいろ、そうね、なんかそういう状況になってしまうんだったら、まああっさりね、はいやめまーすって、そう次のところ行きまーすって言おうかなと思ってる。まあ割と野間さんはそういう気楽なところなので仕方ない時には決断も大事。そう、だしなんかこうね、特に私はね、前も言ったけど、派遣だから、そのなんていうんだろう、働いてる環境というかいろんな条件が契約時と変わった段階で、なんだろう、契約と違いますって言える立場だからこの契約で入ってきたのに、なんか入った途端に内容変わったんでってなった時に、別に私が悪いわけじゃないから、それってそんな話聞いてないで終わっちゃうから、もしね、上司が変わってちょっと方向性というかね、やり方とかが変わって毎日出てきてくださいってなったら、だって週1って言われてますって多くて週1って言われたから OK したのにってそうなるから、そんな週5とか出ていったら私配信する元気なくなっちゃうよってなるので、なので、またね、野間さんが、ちょっと環境変わりますって、あ、こいつ辞めたなって思って。あ、こいつなんか、配信できないような、なんか無理なこと言われて辞めたんだなって。察して、いや、察する前に言うと思うけど。野間さん、またお勤め先変わりますって。それはそうだわ、そうなのよ。そう。正社員じゃないからさ。やっぱり前提でね、契約結んだ時の条件がやっぱ一番じゃないけど、それを前提にね、契約してるから。それが変わっちゃったら、それはね、契約の見直しになっちゃうのよ。だから、野間さん悪くないってなるから。なので、もしね、なんかやたらとこいつ最近平日、配信詰め始めたなとかなんかちょっと来週以降スケジュール変わるかもしれませんってなったら察してお、今いくつだ、お、53、あっあって、察しそう、多分みんなね、大人だからね、あってなると思うけどで多分私がね、正式にお勤め先変わりますって言った瞬間に知ってたってなると思うけどねあ、やっぱね、そうね、別にまだ収益化もね、できてはいないし、その、これで、何、配信業で食べていきますって、そうなってるわけじゃないけど、やっぱね、今、その、まあ、生活の中心というかさ、なんか、配信をしてる、
配信を知ってるからこそ頑張れるわけではないけど、なんて言うんだろうね、なんかこうやっぱりその VTuber になりたいです、準備始めますっていうなる前そうとかよりはやっぱ今の方が充実してるし、楽しいこともいっぱいあるし、その家にね、あの家からまあ別にね、その今自粛とかはさなくなっちゃってるけど、世の中的にはけど、私もまだテレワークが続いてて、ほとんどね、あの何日も人と喋んない、人と顔合わさないみたいな、あのそういえばしばらく家から出てないなってそうなってたとしても、なんか別にそれを窮屈にもね感じず、楽しく生きていられるのはね配信やってるからだと思うので、なんかもう今更ね引退とかってならない限りは、まあ、事情があったりとかね、そして引退しますってならない限りはね、なんか配信をしてないことの方がなんかイメージがつかないわ。うん、割と何しててもさ、なんか次配信何やろうとか、あとはそのまあ私ね、お散歩好きだから休日とかね長めにお散歩したりするけど、なんか新しい企画どうしようかなとか、今度休みの日一日予定空いてるけどなんかやろうかなとかさ、うん、なんかそんなことね常に考えてるから、なんかもう今更ね配信ない生活になります、あのもう仕事中心の生活になりますってなったら、多分もうそっちの方がね死に近づく気がする楽しいことが何一つないって。夜につべ開くと必ずいるイメージ遅い時間はいないけどね、別に遅い時間も普通にマイクラやってるけど、うん、多分ゲームとかやってる時間帯全部配信ってなったら、あの多分ずっといるよとりあえずね、まあ、今みたいなねお休みの日とかは6時くらいから始めたりするけど、基本ねあの8時から配信しているから、8時から10時はねだいたいいつもいるあのお休みとかじゃない限りはもういるから、一応ねファンボックスの方にね、ちょっと遅くなりましたが、あの5月の月間スケジュール、反省会の時に出したやつちょっとだけ修正してあげたんですが、今月5月はお休み3回多くない？ 3 回休むよ。あの次のね月曜日5月の8日と最終日の31と、あと何日だっけな、17だっけなかな、もう一応ねお休みする予定でございます。うん、あの17は普通にあの体休みようかなと思って休み取った8とね31はねお勤め先がねあの忙しくなるからうん、ちょっと厳しいなと思って休んだ。うん、けどそれ以外はやるよ。つるはしある、大丈夫、あ飛ばしてしもた。うん、あら、なんか本当はねそのなんかそのお勤め先が忙しいから配信お休みしますみたいなのもなんかうんってなるんだけど休みとうないって配信休みとうない、わしは遊ぶんじゃってなるけど、そうけどまあまあその辺はね、無理にスケジュール入れて8時間に合いませんとかなっても困るし、逆になんかこうさ、あの無理して10時から始めますってなってもそうね、次の日また体しんどいってなったら困るから、まあとりあえず休んどくかっていうね、休まなすぎではうーんそうだねでもそんのまさんの中では月3休んだから今月はいっぱい休んだって思ってるけど、じゃ休んだってか休むって思ってるけど、あ、待って、落ちちゃった。忙しい日が予定で分かるといいですよね。そうなんだよね。もうね、月末はね、あの確実に、最終日は先月もそうだったけど、忙しいもあるし、多分ね、頑張れば配信の時間間に合うんだけど、
なんかね、気持ちに余裕がないまま配信始めるのちょっと良くないなと思って、あの31日ねやめようかなと思って、で8はあのゴールデンウィーク明けにね、新入社員たちの正式な配属先へのいろいろな手続きがゴールデンウィーク明けにあります、それのお手伝いをしますってなって、えクソ忙しいじゃんってなって、でクソ忙しいじゃんってなったらクソ忙しいですって言われたから、うん、からあ分かりましたってうんってなって、あの8日の日はもう無理せず休もうって思ったの。5月8日は地獄の日でも私はお休み、いえクソお休みがいいな、頑張れ頑張れこの野郎と、配信たくさん助かるけど3日は少なくないって思っちゃう、別に少なくないんじゃない、少ないえでも私さ、デビュー当時のスケジュールとかもさ、あの月2とかじゃない休み、その後なんだかんだ休みがなくなっていったけど休みがなくなるか、あの別で予定が入るから飲み会ありますとかで休んだ記憶はあるけど、基本休みないよね。うん、そうね。でも別になんか なんだろう、すごい配信をするぞってすげえ気合がいるわけでもないし、なんかそこまでさ、なんて言うんだろう、一回一回の配信にすごい準備時間をかけて、なんかなんだろう、台本書いてとか、なんかそういうなんか一個一個の企画すごい詰めて やってます、毎日すごい頑張ってますっていうわけでもないから、うん、なんかやるかーってやるかーってやってるから、配信ジャンキーかね、どうなんだろうね、なんか別に、なんか普通にさ、あの1日に2時間なんかみんなとお話ししながらただゲームをしてるだけっていう感覚だから、私にはこれ別になんかその配信するぞっていう気合を入れてもいないし、うん、なんか普通にお疲れっすーっていうノリのまんまやってるからさ、うん、別にね、その配信するってなんか なんていうの、そのなんかキャラを作って何かをやってるっていうわけでもないから、別にそのそうだね、配信して疲れたとかも別にそんな、あまあ確かにね、長時間になったりとかすると疲れるけど、うん、別にそういうのもないし、別になんか普通に喋ってる感覚よ無理してないならええよ。そうね、私なんかねちょっと疲れてきたなって思ったらさすがに休むしね、うん、あその辺は大丈夫だから、もともとその8日の日にその地獄だよって宣告は受けてたけど、もし受けてなかったとしてもゴールデンウィークちょっとね、配信時間長かったりとか、あと4バカのさ、コラボも絶対長くなるのが分かってたからあ、どっちにしろ8日の日は休もうって思ってたから、うん、大丈夫。今、とりあえずね、明日、あ、仕事行ってくる、イエーイ、やけ。あ、びっくりした。マグカップ殴っちゃった。石野さん、行ってらっしゃい、気をつけてね。うん、このタイミングで乾杯。はぁ、おいしい。うん。そうだから そんなね、いってらっしゃい、気をつけてね、 KP ありがとう、ほどほどに頑張ってね、本当にね、自分のね心と体がね大丈夫な程度にみんな頑張ってください、ほんと。51OK、 だいぶね先が見えてきた。8時半くらいまでには
採掘が終わるかな。ここ終わったらあと6段掘ればいいから、よし先が見えてきたぞ。であのはしごがある方が川と反対側なんだよね。オッケーオッケー。私その配信自体もそうだね、多いね私もともとさその YouTube と Twitch を並行してやってた時とかは YouTube 側は休みだったけど Twitch は配信 してるってのもあって、その別に言うて休んどらんぞっていうね、YouTube しか見てませんっていう人とかは今日配信お休みだってなるかもしれないけど普通にやってたからね。これは別になんか月1、2、1休む、そうだな、月1休みくらいは取ってる気がするけど2、3休むってなかなかない気がするな。年末年始とかの忘年会新年会が立て込むかなみたいなタイミングはあったかもしれん。スマホなくしたりした時ねスマホなくしました、Wi-Fi なくしましたの時とかは休んだ記憶はある。でも本当にね、なんだろうな、VTuber 健康法じゃないけど、こうやってなんかね、みんなとね、遊んで喋ってるのが、なんか気持ち、なんだろうな、リフレッシュになるから、まあ、あとね、どっちにしろ配信してなくてもゲームはしてるからさ、だったら配信してもよくないっていう。楽しいそう楽しいのよ。だからそのうちまたねある程度進んでいったらブランチマイニング場もまたお見せする機会が出てくると思うんだけど、そう本当にこいつ配信してない時もマイクラやってんだってのが伝わるかなと思います。だから喋らずにゲームやってるか喋りながらゲームやってるかの違いよ。ここがまだ掘ってないね。ね、そんな心配せず。あ、言うてさ、その3月にさ、咽頭炎かかっちゃって、割とね、休んだり、ひどい声になったり、ご心配はかけたから、みんな心配するんだろうなとは思うんだけど。けど、まあ別にね、そうやって、なんか何かしらのね、ちゃんとしたっていうのもおかしいけど、なんか、患ったとかじゃない限りは、基本ね無理せずやっておりますし、あの時はね200人の記念配信があったっていうのがあってちょっと無理はしたけど、あんなにね無理をすることもねめったにないのでね大丈夫ですよ。疲れてきたなと思ったらちゃんと休むんでね。あとあれね体が疲れたとか気持ちがちょっとっていうよりは特にゴールデンウィークとかそうだけど、配信長かったりとか、あと、コラボとかでね、長時間配信があったり、配信の内容的に割とこうずっと喋ってたり叫んでたりみたいなのがあったりすると、ちょっと脳と
が疲労してるなってなって、あのちょっと休もうかなっていうのはうんあるね。だからその辺はまあ私の体調もそうだけど、喉もねあんまり酷使しすぎるのも良くないので、その辺もね無理せず喉休め喉休めっていうか休ませろだよね。そういい加減休ませろってなると思う。あその代わりさ、あの喉はさ、あの在宅でお勤めしてるときはほとんど使わないからさまあだから余計悪いのかもね。あの全然使ってなかったのに配信になって急に喋り始めるから。だからなんかちょっとそういうのでね、疲れを感じたなって思ったら休んだりすることはあると思う。うん、前もなんかどっかであったしね、なんか喉の調子良くないから、あれはあれか、咽頭炎の跡か、わかんないや。うん、つまり咽頭炎は喉のゴールデンウィークそうかもね。喉とね、多分ね肝臓のゴールデンウィークだったね1週間くらい休んだしね。うん、Okay. まあ、ただ喉もさ、思った以上に私の回復が早くて、あのお休みが短かったからびっくりしてるとは思うけどってもう配信再開するのかいってなってたと思うよ。うん、そう、私はね、あの咽頭炎自体なるのが初めてだったから全然知らなかったんだけど、その綿毛ちゃんがね咽頭炎になったことがあるって言ってて、あれ2人のコラボの時だっけ、4バカの時だっけ、なんかどっちか覚えてないんだけど、なんか咽頭炎私もなったことがあるんだけどってあの1ヶ月くらい引きずったって言ってたからあ、本当に私は回復が早かったんだと思ってよかったって。うん、おお、なんかうちもさ、主治医がさ、あの近所のね、そのいつも見てくれるおっちゃんが、あの咽頭炎は割とあの長引くからねって言って、無理しないでねって、あんまりこう私がさ、あのすげえ元気なのを知ってるからだから何か風邪とかなんかそれなんかその辺だと思う、なんかその辺のと同じだと思って無理をすると、あの本当にね喉ダメにするからねって言われて、あいってはい、しばらくおとなしくしてますって言ってたんだけど、そうだいぶ良くなって、良くなったって言いに行ったら、えって言われたからもう治ったのって、喋れるのって言われてちょっと違和感はありますが喋れますって。うん、鬼なんでね、そうなのよ、あの回復力がねやっぱね、あの生身のね人間とはちょっと違うからね。一応ね、あの私もね、あの人間体を借りてあの今生活をしているので、あの一応人間に近い、鬼よりは人間に近いものにはなっているけれど、やっぱね、やっぱ元が鬼なんでねあの驚異的な回復力でございましたね。あの3倍早かったらしいよ。うん、鬼でよかったって思って、そうだからみんなもね鬼になろう。割といろいろ恩恵あると思うけどな、鬼になったら。うん、知ってる配信者で咽頭炎かと思ったら難病だったみたいなのもあるから気をつけてね。そうだね、セブンのゆで卵美味しいな急に急になんか何チャット欄のさコメントの内容のアップダウン激しすぎないかでもねセブンのゆで卵好き。あでもセブンのゆで卵っていうか、あの2個入り140円か170円くらいで売ってるね、味付け卵よく食べる、
味玉、うん、半熟味付け卵かな、あれ好き。あのね、時期的にね、咽頭炎なんかね、ちょっとで、ね、違和感があるなって思った時に、咽頭炎っていうか、むしろあのコロナの方を心配した。なんかあのコロナになった後、なんかそのまあ喉がね、あのちょっと痛くなったりとか、やっぱ違和感があるから、その後遺症じゃないけど、コロナをきっかけに咽頭炎にかかっちゃうこともあるらしいよっていうのは聞いて、だからコロナアフター咽頭炎みたいな、そうっていうね、あのことを聞いてたから、いや、もしかしたらあのアフターじゃなくて先に来たのではって思ったんだよね。私これ咽頭炎の後にコロナが来るのではっていうさ、コロナ襲来って来るんじゃないって思ってたんだけど、あの普通にただただ咽頭炎だった。うん、しかもあの割とひどめの咽頭炎って言われたのに、通常の咽頭炎よりも3倍くらい早く回復したから、おう、あのね、びっくりした。それな、そうなのよ。 そっちだとちょっとあのまあしんどいっていうかさ、そのまあ一人暮らしっていうのもあるから、もうなんか大変だなって、どうしようかなって思ってたんだけど、あの純粋なね、純粋な咽頭炎だったよ。いや、これだから鬼は。いいことじゃろ、回復が早いのはいいことじゃろ。ほんとさ、あのちょっと何かを飲み込むだけでもすごい喉が痛いから、まあ眠れないとかは別にいいとしてさ、ご飯美味しくないしさ、酒飲めないしさ、なんかもう楽しくないってなって楽しくないですってなってた。だから別になんかこう、それですごい何やむっていうかさ、なんて言うんだろう、ここ別に載せなくてよかったやつだった。なんかこう気が落ち込んだりとかさ、なんかそのめいっちゃうっていうことは一切なかったけど、けどほんとさ、なんかもう酒も飲めないしさ、あのご飯も美味しくないしさ、でもね、お腹は空くしさ、水も飲めないしさ、楽しくないって言うね。ふてくされてずっと寝てたよ。なので、あのまあ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 別に、でもだからといってね、なんかじゃあ何か気をつければならかからないかって言われたらそうでもないからさ、気をつけますとも言えないんだけど、うん、まあとりあえずね、なんかあの大きい病気とかコロナじゃなくてよかったなって思いました。コロナ初日は体キッズってなってたけど、3、4日目くらいから一気に元気になってゲーム楽しんでた。コロナって割と瞬発力が高いだけなのかな。あ、でも人によるか。なんか軽症か重症かにもよるもんね。あとね、喉はめちゃめちゃ痛かったけど、あの全然ね、味覚平気だったし、普通にご飯美味しかったから、飲み込む時だけ地獄だったけど、だから多分コロナじゃないなって思いながら病院行ったら咽頭炎って言われた、うん、でも部屋から出られなかったから、ご飯は部屋まで運んでも、そうだね、あの接触しちゃうとダメだもんね、引きこもり生活営んでた。咽頭炎の演技はマジで地獄、ほんと地獄だった。もうね、あの唾液をさ飲み込むだけでもさ死ぬほど痛いからさ、いや死なないけど、そうからもうさ、あの寝てもさ、その飲み込む時の痛みで起きちゃったりするから、そうだからあのなんて言うんだろうね、
あの気絶するタイミングでちょっとずつ睡眠をとってるみたいな感じだった。うん、ほんと大変だったわ。なんかこう蜂蜜みたいなドロドロの膜を張ってほしい。ほんとだよね。おで、なんか結局なんかね、キンキンに冷やしたなんかこう飲み物だと、まあその なんていうの、その炎症を起こしてる分さ、あったかいものとか常温のものよりはなんか痛みを感じにくいなって思ったから、もうなんかずっとね、ずっとこう冷凍庫に氷作って、でキンキンに冷やしたお水とか、あとなんだっけな、なんかね、ヨーグルトドリンクみたいなやつ、なんかああいうのをねひたすらずっと飲んでた。オッケー。アイスも良きね、本当。なんかとりあえずさ、バニラアイス、バニラもいいね。あとね、なんだっけな、あのアイスボックスとかの、あのちっちゃいつぶつぶのあのアイスをね、こうずっとこう口に入れて、まあ飲み込むときは痛いんだけど。でもなんかあのうがいじゃないけどさ、ちょっと喉の奥にしばらくそういう冷たい液体を入れておいて、よしってよしって言って飲み込んでた。コメント欄えぐいな。私がね、咽頭炎にかかって地獄のような痛みを感じてた時の話をしてる。ということで、救世主ちゃん来てくれてありがとうございます。今日も一日お疲れ様でございました。乾杯。聞いて聞いて、コロナになっちゃったデーペロ、タイムリーだね。今その話もしていたよ。大丈夫、生きてる、ご飯おいしい。とりあえずなんかコメント打ててるから、そこまで重症ではなさそうだなとは思ってるけど、大丈夫かい。あんまり無理せずね。向こうの方でおばあちゃんがいる。死にかけてんの？三途の川が見えてる。大丈夫？三途の川は渡んないようにね。三途オブリバーはダメだよ。こっちにおいでって言ってるような気がする。おばあちゃん呼ぶな。それ本当におばあちゃんかい？大丈夫かい？あのおばあちゃんに見せかけたあのオレオレ詐欺的なものかもしれないよ。なんだっけ、なりすまし詐欺っていうんだっけ今。あ、ちょっと待って、80、あ、ちょうど48、あと3、よし。おばあちゃんは絶対呼ばないよ。そうね、おばあちゃんは呼ばないんじゃないかな。多分フィッシングだよ。あの振り込めかもしれないね。向こうにいるおばあちゃんを始末してもいい。それはね、たたられるかもしれないから、よそのおばあちゃんかもしれないから、ほっときな。と、別のね、そのおばあちゃんの孫と間違われてるだけかもしれないから、ほっときな。大丈夫よ。いいよ、いいよくないよ。ダメだよ、始末しようとしたら、三蔵ブリバー渡っちゃうよ。ダメダメダメ。まあそのね、私がね3月にね咽頭炎っていうね、あの喉の炎症をめちゃひどいみたいな病気にかかったんだけど、そう、その時にね、その症状的に一瞬コロナかなと思って焦ったっていう話をしてた。このクレーパー使って助けて。全然深刻そうじゃないんだよな。大丈夫か？まあ言うてね、なんかそのどうだろうな、症状にもよるけど、まあまあまあ元気にね、元気にじゃないか、とりあえずスマホを使ってコメントを打つだけの元気はあるみたいだから、よかった。
おばあちゃんに移していい、いいよ。まあおばあちゃんにならいいよ。知らんおばあちゃんだし。くしゃみと咳をおばあちゃんに向かってしこたまやろう。そうだね。向こう側から呼ぶようなおばあちゃんをやってよし。今これが38でしょ。あとちょっとで、で、あ、でもそろそろ私これ最後までやんなくていいのか。消えちゃえ。一人暮らしたら使える支援を使って生き延びてください。そうなのよね。そう、いや今まああと地域にもねよるよねとは思うけど、そのなんかこうさ、コロナになったら宅配でなんか送ってくれたりとか、なんか地域によってはねいろいろあるみたいだからね。うん、苦しいね、苦しんでる、苦しんでる、楽しんでる。何か見えとるな。思ったより良くないのかもしれないな。ご家族と同居されているなら実質引きこもり生活を営んでください。そうね。あとまあそっか、でも私がなったのは結局コロナじゃなかったからな。私はねその咽頭炎で喉が腫れてて何か飲み込むたびにすげえ激痛が走ってたから、そのなんか炎症を起こして喉が痛いとかってなるんだったら、できるだけね冷たい飲み物をねキンキンに冷やして飲むとね痛みは和らぐよって思ったけど、カット版で治す、治らんよ。よいしょ。で今48じゃろ。48ってことはあとふと、ん、待って待って、48、あともう1段下がんなきゃいけないのか。 OKOK、よし。喉に貼るか、外側なんだよな。外側なんだよな。死ぬな。そうなんだよね。誤嚥して死ぬな。ここまでは普通にやってよくて、よし、だいぶね、あとここはねフルでね削る。コロナの時に 300×300 の建物作ったの後悔した。どういうこと？もうコロナになって長いってこと？もうなんか治りかけなのかな。まあ別になんか 300×300 の建物作れる元気があるならよかったよ。これで塞ぎました。あ、また銅が出てきたな。ピークの時作った。じゃあピーク超えてんのか。ピーク超えてるならもう安心だ。まだピーク、どういうこと？じゃあもうなんかチャット打ってないで寝ろ。ピークよりは楽ならまだよかった。ピーク何回？ほんとよ。ほんと。だとしたら別にチャット打たずに寝な。できれば高評価は押してって言ってくれると嬉しいけど。やだ。なんかなんだ、なってたけど元気になりましただったら、あ、よかったねで済むけど、まだね、
病気の最中です、でも配信見ますってなるとそれはただのかまってちゃんよ。ねえ、僕病気です、かまってくださいっていう風になっちゃうからね。そうからまたね、元気になってからね、ピーク過ぎてからね、来てくれたらね嬉しいなと思うよ。今も作ってる。じゃあもう休め、寝ろ。マジだるい、死ぬかも。マイクラやってんなら死なないよ。マイクラやれる元気があるなら死なん、死なん。鬼の私が言うのもなんだけど、人間そんなにね簡単には死ねないから大丈夫。寝続けるのもきついけど寝て、そうなんだよね。もうさ、私もその咽頭炎になった時にさ、いや、あの時は寝れなかったんだけど、なんかもう、だけど座ってんのも割としんどくって、なんかでもなんかこう寝るのもしんどいみたいなさ。ただやっぱりこのさ、私の場合眠れないから体力だけは削られていくから、とりあえず横になって目を閉じてただただこう安静にするみたいな。でもたまにこう暇だなってなって、起きてきて小説読んだりとかして、うん、もう一回休もうって言って、それをね繰り返してた。まあ、一応ね、そのなんか部屋暗くしたりとかね、横になって目つぶってるだけでもね、脳みそを休んだりとかね、体はちょっと休まるからね。結局なんかそうやって体を休めずにね、無理をすることによって何、回復が遅くなるとかはあるから、病気になったらね、とりあえず休むだよ。くう休め。ね、私そのまあ驚異的なね回復力を見せたけど、ほんとね、まあそれもね、しっかり休んでたからっていうのもあるから、しっかり休んでた割にはお前ずんだもんに力借りて配信したやないかって言われるけど、まあ、あれはロトは休まってたからね、体は元気だったし。よし、気合で直すか。気合で直せる人と直せない人がいるからね、そこは気をつけて。私は割と気合が強い方だからいけるけど、割とね、最近の子は気合でいけるかわからんよ。うん、所詮私ね、明治生まれの鬼だからね。3、4、ちょっと待ってね、ここからね、今ようやくね47だいぶ掘りました。やってみて思った、これ企画の本編でやる内容じゃなかったわ。思ったよりも掘ったわ。はい、ということでね、今ね47まで、 Y がね、 Y 軸47まで掘りました。で実際使っていいところは Y の45までなんだけど、ここからねちょっとね、植林場のね、ところに水を流そうと思っているので、それがね、2段分かな ?2 段 ?3 段、これ3段か。ちょっと待って、3段だな、これもういらねえな。あー、1段多くやっちゃった。あ、まあいいや。3段2段、この辺からね、一番下の層の植林場をね作っていこうかなと思いますので、とりあえず手元にねあるメモと事前にねスーパーフラットのサーバーで一旦試作を作ってあるので、それにね沿ってやっていこうかなと思います。
私はメンタル鉄だから体キッツ腰痛で見ようってなってたけど、体と相談して本当そう。うん、私もさ、体ももともと丈夫だし回復力も強いし、あのメンタルも強いからよしってやれるけど、本当ね、あの普段からね、あのそうやってあの乗り越えてきてない場合だとね、そんななんか何一朝一夕で気合いてどうにかなるものじゃないから、逆にねそれであの長引かせたりするからね、本当にねあの気をつけていただきたい。うん、あの気合いはね割と選ばれし者だけに許されたね最終奥義だから。まあ、もしくはあの気合を入れないといけないほどの何か生活をしてきたものか。え、すごいでしょこれ、こんだけ掘ったよ。ガチでね、あのこれ本編でやる内容じゃなかったわ。よいしょ、最初から綿毛ちゃん呼んでやればよかった。いった。お、暗い。おやすみなさい。そしていただきます。よし、ということでね、約2時間10分かけまして、まあ露天掘りではないけど採掘作業が終わりました。でちょっと待って、これちょっと待ってね、下にね、下にチェストを持っていきたいんだよね。チェスト2つで OK。 はい、あ、もう一個いるか、ちょっと待って、ホッパー、俺ホッパーないぞ。ホッパーさんは、ホッパーさんはどこですか。ホッパー、これ建築、こっちか、あ、いた。ホッパーが、うん、鉄が足りぬ。もう終わり、ここからだよ。あの2時間10分が、あの今までのね2時間10分はここからの準備、ここからやることの準備だから、まだまだだよ。いいじゃん、今やっとオープニングが終わったよ。今のオープニングなんかいだけどさ、いいじゃん。まあでもね、本当にね普段ねこんなことばっかりやってるからね私。よいしょ、はい、これ別になんか2時間10分、あのこうやってね石というか床をね掘り続けるの私にとっては日常茶飯事なので、別になんかこう長めに掘ったとかそういう気持ちも何もないんだけど、よいしょ。そう、ただあるとしたらブランチマイニング場じゃないから、あ、ここブランチマイニング場作れないんだっていう寂しさはある。じゃあ俺もまだ作業する。まあまあ作業できる元気があるんだったらもう心配はせんからね。よいしょ、あ、よいしょ、自分がね無理ない程度にね、あのゲームもね配信も見てください。よろしくお願いいたします。よいしょ、で、あ、待って、ホッパー作る前に戻ってきちゃった。やべ。よいしょ。私さ、うちのね、ちいさまがね、あの人間界の母なんだけど、人間界の母がね、医療関係の人だったから、そう、あの割とね、その人にね、人間界で育てられてきたので、ホッパー、そう、ホッパー忘れた。あのよく言われるんだけどね、病人の扱いが雑ってよく言われる。本当にごめんね。1、2、3、4、5、6、7、8、うん、なるほどな、そうなのよ。そうだから本人が大丈夫って言ったりとか、そのまあある程度心配はするけどね、心配はするけど、その大丈夫って言ったりとか、もう本人がどうしてもなんか無理したいってなるんだったら、まあじゃあそこは本人の意見を尊重いたしましょうね。
その代わりもう心配はしませんよっていう、そう、生活をねずっとしてたからうん。あとそのね、さっきも言ったけど、人間そんなに簡単には死なないよっていうのもその辺よ。うん、よいしょ。あら、そうだから若干グロい話をするけど、私普通に無修正の手術の映像とかを見ながら焼肉食べたりとかもできるからほんとね、ほんとなんか別にその鬼というこのなんだろう、前提があったとしても、それ以上に多分何かしらのメンタルは強いと思うメンタルってか、なんかそういう体制があるだけだけどね。ああ。そうなのでね、よいしょ、ちょっと待ってね、さっきからあっちこっち行ったり来たりしてるけど、そうなので、まあまあゲームしんどいけどゲームがしたいってなるんだったらね、そのゲームをすることがね回復への近道かもしれないのでね、存分にやれその代わり後から長引いたってなっても自業自得ですっていうのがね、うちの小さまのね、何教育方針だったからこれで待ってね、普通の石、こんなもんあればいけるだろう。でちょっと待ってね、やりたいならやる元気もそこそこあるからな。そうなんだよね、うん、私まあそもそもさ、なんかゲームをするために体をね起こしていられる、まあ、もしくはこうさ、ゲーム機、あ、ここじゃなかった、ゲーム機をさずっと持っていられるぐらいの元気があるんだったらまあ大丈夫じゃろうって私さ昔ごめん、これ全然コロナとかその関係ないんだけどさ、ただ私が頭おかしかっただけなんだけど、インフルエンザにかかってさ、割とこう何いろいろもうなんか体が受け付けませんみたいになってた日があったんだけど、その日がねたまたま我が家が焼肉の日だったのよ。うん、なんだけど家帰ってきてなんか調子悪いなって思ってたら、そうやってなんかインフルっぽい感じの症状になっててゲロゲロ始めちゃってみたいなおう、で、あ、じゃあのまちゃんはね体調悪いから焼肉食べられないねって、ご飯は炊いてあるから別でおかゆ作るねって言われて、やだ私も焼肉食べるってそう言ったことがあって、あ、ここもう一個塞いでいいやつか。そう、あの時はねさすがにねちょっとねクレイジーだなって思ったえ、焼肉食べて私もっと早く元気になるっていうね病気を治すためのエネルギーを私にくださいって言って焼肉食ったことがある。あれはちょっとね自分でもクレイジーだなって思った。あれちょっと待って、これちょっと待ってね、なんか間違えた気がするな。ちょっと一旦ホッパー壊します。で、そう、あと私がね私がそれくらいね体が丈夫すぎて、その他の人が病気になった時にどれぐらいしんどいかを分かってあげられないっていうのもある。あ、なんかしんどいとかは自己申告でって思ってるからこれでこうじゃろ、これでホッパーここにつければ
えんじゃない、あ、違います、それホッパじゃないです。OK、これでここにブロックを置くと蓋開かない、もしかして開かないね。あとでここ階段ブロックつけなきゃいけないね。でここに水流す、ここに水流すじゃろ。ここに水流すで、あれ？こっちでいけるか。ほい、あっぶねー。でこっちまで来ればいいか。ほい、一見するとトラップタワー、そうね、確かにトラップタワーっぽく見えるかも。そう、ただここはただの植林場っていうね、ノットトラップタワーっていう、まさかの植林場なのよ。で、ちょっと待ってね。これ土だね。1、2、3。ほい。あれ？なんかずれてない？大丈夫？あれ？これ私ちゃんと横幅合ってる。1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、合ってるね。2の、に、あ、合ってる。よしよしよし。OK、OK。で、はい。OK。で、どうしようかな。お水もまだ汲んできてないから、よいしょ、とりあえず石置いて、これね、植林場の1段目、1で1、2、3、1、5でしょ。でここ置く、1、5、6、ここだね。で1段上げる、ほい。でこうでしょ、こうで、あれ、なんか1個違うな。どこだ、ここが2個目に土が来ないといけないはずなんだが、一応ね、今作ってるのは2段でね、水流でなんかこう葉っぱとかアイテムがね落ちるようにしたいなという希望の、あ、ここあれだ、ここも土始まりだわ。湿ってしまった、最初が違うわ、大前提が違いました、大前提狂っとる、そりゃ違うわ。ああ、間違えたね。そこじゃないね。ほい。ほい。1、2、3。ほい。1、2、3。ほい。OK。土始め。そうだね、土始めが違った。土始めなんだけど、本当は。あの土始めのところをね、石始めにしてたから、ずれてたね。よし、これがね、横から見た図。はい、
で奥のところに水をドバーってして、あの水流でいろいろ流していって、ここで集めていくっていう形の植林場になります。はい、なのでまずここを埋めて、あ、大事な石炭が、大事な石炭が、よいしょ。これね、あの綿毛ちゃんのねサーバーの方でも勝手に作ってたやつ、あの木をね切って葉っぱとかが自然にね、あの枯れてじゃないんだけどね、落ちていくんだけど、それをね集めるの割とめんどくさいんだよね。なので、あの水流で流して、で、苗だったりとか、あとは葉っぱじゃないな、リンゴとか木の棒とか、あとは取り逃しちゃった原木ブロックとかもね、これで流しておけば自動的にチェストに流れ着いて、わざわざ回収しなくても大丈夫という、ちょっとだけ楽をしたい植林場でございます。なるほどね。なんで片言なのね。よいしょ。あ、閉じ込められた。閉じ込められたよ。ああ。やだよ。よし。はい。で、まあね、この辺はね、あの水でザバーって流していくだけなので、よいしょ。別にね、なんか回路とかも必要ないし、これが、ここ、待って。1、2、3、4、5、6、7だから、ここはブロックにしとかないと水が溢れるね。あの鬼、楽しそうだな。自分でブロックを置いて、自分で自分を閉じ込めただけなのにね。楽しそうだね、あの人ね。あの鬼ね。3、4、5、6、7、8、オッケー。一人遊びが上手ね。一人で楽しそうだの。寂しい人みたいに言わないで。みんないるでしょ。よいしょ。まあでも、そうだね。一人で作業してる時もいつもこんなだからさ。って言ってるよ。言うてさ、別にね、今はね、ありがたいことにみんながさ、見に来てくれたりとかさ、お話ししてくれたりするけどさ、配信によってはね、なかなかこう、コメントがなかったりとか、人がなんかこう、なんだろう、少ない。まあ、特にね、ツイッチの方で配信してた時とかはさ、割とこう、なんだろう、好き好きあるようなゲームとかもやっていたから、なんかまったりね、ずっと一人で独り言とかを喋りながらそうやってたけど、多分ね、しわ姫さんとかタゴサクさんは知ってると思うけど、一人でもめちゃめちゃ楽しそうにね、ずっと喋ってるからね。はぁ、はぁって。だるい、やだ、死ぬの、こら、そういうことを言わない。まだ大丈夫だと思うけどね、そういうね、発言はあんまりチャット欄でしてると、もしかしたらなんかこう、私の方にペナルティが来るかもしれないから、ね。よいしょ。やめていただけると嬉しいな。YouTube くんね、なんかね、どこで何のペナルティを与えてくるかよく分かってないから、私も。よいしょ。私ね、あと見に来てくれるね、人たちがあんまりね、いい気分にもならないと思うので、あんまりね、ネガティブな発言はね、チャット欄では控えていただけると嬉しいかな。ほい。どこだ？よいしょ。ツイッチ。そう、ツイッチ今でもよ、ツイッチ今言えない。ちょっと寝るね。そうだね。寝た方がいいよ。ほんと、無理せず。一人で楽しそうだな。ほんと、もうずっとね、楽しそうにやってるよ。ゲームは楽しいからね。ゲームは楽しいんですよ、みんな。お分かり？また来るね。うん、元気になったらおいで。
とね、あのゲームもそうだしね、配信もそうだ。お、ここから違う。そう、あの配信もね、ゲームもどっちもね、元気だからこそ楽しめるものだからね。みんなも本当にあの体には気をつけて。ね、健康あってこその配信だからね。本当にお大事に、本当そうよ。そう、あとなんかね、今元気だからって言って無理をすると本当ね長引くし、後々ね、なんかなんて言うんだろう、後遺症まではいかないけど、体にね、あの無理が来たりとかもするから、本当ね。休めるときに休んでだよ。え、野間さんのために特別等級出してたけど、一人で楽しむの大変よ。なんでだよ。しかもなんか割とエグそうなやつ出してきたでしょ、きっと。よし、これでね、植林場部分は一旦ね、土台はできた。土台ね、土台、これで土台です。唐揚げ棒うまいわ。いいな。でも私もね、あのホルモンカラーやあと残ってるから、配信終わったら食べるんだ。死亡フラグじゃないよ。たごしゃくしゃ。こら、チャット欄で恋生まれるな。これでまずはお水を取ってくるじゃろ。無限水源作んなきゃいけないから、お水取るじゃろ。で、さっきのところが暗いのって、なんか鮭浮いてない？くっさ。うひうひうひ、ひわひみしやん。どういう展開だ。よいしょ。で、かぼちゃと苗を、苗じゃない、ハサミを持っていく。とあとは苗は後でいいとして、とりあえず、よいしょ、ほい、よし。でまずは無限水源作りの、ほい、ほい。で、ここと、よいしょ、ここね。で、よいしょ。ほい。ほい。ほい。下まで行きました。オッケー、完璧です。完璧です。あ、そこじゃないです。いや、ノーマさん、完璧じゃないよ、これ。死ぬほどね、まあ死ぬほどではないけど、めっちゃね、あのスーパーフラットでね、試作したんだ。よいしょ。で、これをね、先に作ってからの、サイズを決めてからの上の建物だったんだよね。よし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 、ナイスーナイスー、完璧です、ナイスーナイスー、きっちり測ったんです。ほら、死ぬとか言わないの、嘘だろ。このタイミングで、でここでね、あのぴったりね、ここのね、ホッパーにたどり着きますというね、マス目になっております。完璧です、完璧です、最高です。よし、 OK。 でちょっと待ってね、これでどんぶらこ、そう。いろんなものがここでね、これからどんぶらこされるから。で、ハサミで、よいしょ、ほいほいほい。で、ザクシザシ。とりあえずできてる？シワ入ったね、オッケーオッケーオッケー。オッケー。で、まずは、かぼちゃをかぼちゃに、よいしょ、模様をつけていきます。よいしょ、
チャナスと主人かってあ、あったな、チャナスと主人の首を特別にしてあげたから今度貼ってあげますね。死ぬな、それは死ぬな。さすがノマさんだ、頑張ったよそう、これはね、あのきっちりあのなんかサイズ感やっておかないと、なんか中途半端にさ、その水流の流れが止まっちゃったりとかすると、全くね、この植林場のなんか規模がおかしくなっちゃうからなんかぶっつけ本番というかさ、何にも考えずにちょっとやるのは無理だなって思ったので、スーパーフラットでね、ああでもないこうでもないって言って、でもあんまり大きくしすぎると上の建物もどんどんでかくなっちゃうから、うん、で、あの領地がね、どんどん狭くなっていくから、そうなので、とりあえずね、まあ2段くらいで最小サイズでっていうのをね作ってみました。よかった、なんとかなったわ。ちょっと心配はしてたけど、これで、ほいほい、いきなり本番環境はエンジニア的にも NG ですからね。そうだね、あのテストしたってなるよねあのちゃんとこれ、あの動作環境を確認したのかなっていうそうなっちゃうから、うん、あの実際のこう、なんだろう、あの環境できちんとやって OK が出たのかなこれはねってそうなると、あの嫌だなって思って私さ、この規模をさ無駄に掘り抜きたくないじゃん。やった終わったって思ったのに、あ1列足りないとかになっても嫌だし、なんかやってみてこんなに掘ったのに何列か多かったってなったら、ほんとさ絶望感しかないからうん、からもうなんかきっちり測ってきっちりサイズ作ってやんないとこれはダメだと思って、ちょっとね、こここればっかりはね頑張った。よし、 OK、 でその時は笑ってあげますよ、嫌なのよ笑われたくないから頑張ったんだけどね私ね。こっち、で、で、どうでしょ、一個足りないな。これで、あ、間違ってないです、何でもないです、間違ってないですよ。 OK、 ノマさん頑張れて偉いな。あの間にさ W 入ってんのはなんでかな、なんかちょっと笑い気味じゃない、大丈夫これで、ほい、オッケー、一旦植林場のベースはできました。よし、で、あとであそこに、なんだっけ、階段ブロックを入れて上を塞いでおかないと溢れちゃう可能性があるからやっとく。で、ちょっとね、これ1、2、3、4、5、ここね、1、2、3、4、5ね、 OKOKOK で、上がね制限ブロックが9、1、2、3、4、4だけど、あれ9でいいんだっけな、草が生えてしまいました、大変失礼しました、また生えとるよ。そしてあのタゴサクさんも偉いの後になんかよくわからん絵文字入っとるよ、あつ森なんでだよ。
制限ブロック9だった気がするんだけど、ちょっと待ってね。念のためにマイクラ植林場のやつを、開いてあるので、苗木は3マス間隔で植えます。やりました。高さの制限ブロックどこだ？制限ブロックの説明。9マス、OK。そしてね、みんな、待たせたね。トイレさん、登場です。ちょっと行ってくるわ。二人なのに盛り上がってんな。あきゃあきゃあきゃあ、眺めでもいいのですよ。相変わらず夫愛が素敵、まばたき。きゃい、トイレさん、ほんと素敵。今日もまばたきが素敵。無機質だけど、まばたきで星。星が飛んじゃうところも可愛い。ノマさんと違って、ノマさんと違うところがいいの？キラキラ、きゃあ、ノマさんと違って無口でそれもよくて、ノマさん、何？あ、お帰りなさいって。急に巣に戻っとる。はい、ということでね、戻ってまいりました。そして制限ブロックは9マス目に置いてくださいねということなので、 1,2,3,4,5,6,7,8 OK だね。あ、だ、合ってる合ってる合ってる。はい、なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ここだね。ここに、ブロックを敷き詰めてまいります。おいおい、貼れない。よし。あ、私も、私が回収される。ちょっと待って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 。で、よいしょ。あ、でもね、ここから先はね、割とノープランです。ここから先はどうにかなるかなと思って、よいしょ。さすがにね、この、20何マスあるね、高さ全部をね、試作はしてないので。ん？ほい。あ、野間さんだ。出荷よ。出荷じゃない。出荷じゃないのよ。野間さん出荷されないよ。大丈夫、大丈夫。野間さん多分食べても美味しくないからさ。あー、落ちた。また出荷される。よいしょ、よいしょ。で、これでしょ？で、ここ。こう、こう、こう。こう、こう、こう。よしよし。生回収所はここですか？生さんは出荷よ。なんでだよ、なんでだよ。生さんはまだ食べ頃じゃないから出荷されないよ。よいしょ。ほい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 。よいしょ。登録者が増えるほどうまいって噂が。だとしたら余計に今じゃなくない？
もうちょっと育ってから出荷されるんじゃないかな。布教しなきゃ。本当にね、あの皆様ぜひともね、あの野間さん、あの面白いよ、あの面白い、そうだね、うん、とかよいしょ、よかったら見てねってね、あの布教していただいても嬉しいですし、そうだな、まあツイッターのね、あのリツイートであったりいいねであったりとか、あとは配信のね、あの高評価、あとコメントとかの数によって、あの他の人のねところのおすすめに出てきたりしますのでね、よければね、いろいろ応援してくださると嬉しいです。そしてね、あのただいま見てくださってるね、このアーカイブじゃないや、この配信のアーカイブへのコメントであったりとか、高評価であったりがね、私の来月の野間王国の領土につながってまいりますので、ぜひぜひ皆様ご登録、ご登録、高評価、アーカイブへのコメントよろしくお願いいたします。あのアーカイブへのコメントについて、まあ、アーカイブのコメントだけじゃないんだけど、あの集計はね月に1回になっておりますので、あの今月分のね配信であれば、今でもまだアーカイブのコメントへのね、アーカイブへのコメントのポイント加算についてはね、受付中となっておりますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今はあっさりしてて美味しそう。あっさりしとるかな、むしろ油抜き前とかじゃないから大丈夫かな。あ、でもあれか、増えるほど うまい、そうか、あの日本の方はどちらかというと脂身がうめえのやつだから、あれか、ん、ここからの、はい、よし、のまののまに清き一票よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、のまののま、公約はおっぱいマウスパッドでございます。登録者1000人超えましたらおっぱいマウスパッドを作る系 VTuber のまののまでございます。よろしくお願いいたします。よいしょ、ほい、あ、あ、ギリ届く、のまののま、のまののまでございます。皆様お忙しいところお騒がせしております、のまののま、のまののまでございます。よろしくお願いいたします。でこれで、ブロックが足りないね。オッケーオッケー。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。5000円ありがとうございます。誰か手振ってくれたのかな。おい、あ、暗い。そしてさっきからずっと安山岩使ってるんだけど、あのべらぼうにさ焼いた石があるからさ、石持ってこよう。ほい、まあ、全部でええやろ。ちなみにこれね、今あの半分くらい埋まってたけど、これね、下もね、もう一個下も全部埋まってるんだ。まだね、ここは全然埋まってないけど。うん。よし。ブランチマイニング場をね、作りながらね、暇つぶしに、マグマを持ってきて、丸石を焼いていたらね、とんでもない量になってきた。焼き石のつるっとした感、いいよな、ほんとね、好き。そう、安山岩のね、このね、ちょっとね、ジャリッとした感じも好きだけど、やっぱね、やっぱ丸石を、この安心感。よし。まあ、言うてここね、あともう一段くらいね、植林場を作って、もう一段、いける？ここ、あとで土ちょっとやるでしょ？で、1、2、3、4、5、6、7、8、9だから合ってるね。大丈夫、大丈夫。ちょっと今不安になっちゃった。あの箱でどうやって取り出しているのか。確かにね。なんならさ、あの箱の中にさ、同じサイズの箱がさ、何十個と入るからさ、何百個か。
どういう構造だってなるよね。あ、安山岩と安心感をかけていたんですね。野間さんお上手。かけてないよ。かけてないし、なんでそこで急に安心感。私安心感なんて言ったっけ。あの適当に喋ってるからさ、いつもだらだら適当に喋っているから全然自分の発言を覚えてないけど、安心感って言った？今私本当？ほい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 。よいしょ。おっぱいマウスパッドの話を覚えてんだけどな。便利な言葉、記憶にございません。あ、覚えてないんだよな、普通にな。よいしょ。わかんない。もしかしたらアーカイブ見たらなんか言ってるかもしんないけど。全然覚えてないんだよな。野間さんにそういうさ、記憶力とかさ、なんか、あの期待しないでほしいんだよな。あのこれはクイズだからちゃんと後で出てくるから覚えてなって言われたら考えるけど、別にそうじゃない、なんか普通の今言った言葉なんて言ったって言われても知らないってなるから。はいはいはい。ああ落ちた。出荷です。出荷される。あぶねー。よいしょ。あそこじゃないですが、キャー出荷よ。何そのさ、なんかアンパンマン新しい顔よみたいなテンション。よいしょ。そんななんか一大イベントでもないよ。ドナドナ出荷。ほんとねー、まあでも一応さ、あの水だからダメージは食らわないんだけど、流されていくからなんかすごいね、出荷されてる感がある。なんかよくさ、工場見学のなんかテレビとかやってたりすると、なんか工場見に行きますとかってなるとさ、なんかあの具材とかさ、なんかそういうのがベルトコンベヤーとか水の水流に乗ってさ、こう何なんか流されていくじゃん。あれの気持ちになる。元気100倍のまのまん。まあ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 、あのアンパンマンは好きだからいいよ。まあまあいいでしょう。ちなみに私はカレーパンマンが好きですが、よし OK。 一旦この辺ちょっと暗いから湧き潰しだけしておいて、ほい。僕の頭をお食べ、かっこ狂気。そうだね。野間さんの頭をあげたらだいぶ今日記事見てるね。野間野間、新しい酒よ。それ投げるな。投げるな。ビールだったらあのシュワシュワになっちゃう。投げるな。さて、ここまではね、なんとなくね、あの予定通りでございますが、ここからがね、ノープランでございます。一応ね、手前にちょっとだけ、木をね、植えられるスペースを作って、で奥の方はあの2段か3段くらいでかぼちゃ畑を作ろうと思ってるんだよね。なので最低限、葉っぱじゃない、木をね、植えられるスペースだけ確保して、でかぼちゃ畑の準備をしようかな。言うても9時か。間に合うかな。
時間内に終わるかな。苗木はこっち、あ、違います。苗木はこっち。1,2,3,4,5,6,7,8 こんなもん。1,2,3,4,5,6,7,8 かな。うん。で、この辺でいらないもの特にないか。あー、鮭。鮭今いらない。鮭は好きだけど今じゃない。OK でーす。はい。あら、もうこんな時間。ほんとね、2時間10分かな。くらいね。ただひたすらにね、地面を掘っておりましたのでね、変わり映えがしない時間が2時間以上ありましたけれども、鮭、そう、鮭はうまい。鮭はね、神様がくれた食べ物だからね。でこれは後で取りに来る。でかぼちゃ本体もまだいる。種はこんなにいらない。で、花崗岩はいらなくって、土が欲しい。土1スタック持っていくか。うん。で、一旦鉄もいらんか。鉄いる？いるかな？いらんかな？いるかな？甘えか。もうちょっと映えるエモい感じで、どれのこと？どれのことを言った？で、ここから、ここに上がってくる。どうしようかな。あそこから階段にするか。そんな余裕ある？土地に。階段にする余裕は多分ないね。からちょっと後で考えるけれども、あー、こっち側をこっち側を畑にして、向こうを木にするか。はて、どれじゃったかな。忘れたのかい。忘れとるのかい。そして、あれだ。こっち、あ、まあ、いいか。ええわ。多分、1,2,3,4,5,6,7,8。ちょっと上が余るか。でっかい木が育つかもな。まあ、いいか。日光の入らないところで栽培を育つんですよ。育つんですよ、これがまた。1,2,3。マイクラ界のね、まあ、マイクラ界だけじゃないけど、植物はたくましいのでね、地下でもいけるんですよ、奥様。ご存知なかった、もしかして、奥様。で、あ、全部やっちゃった。まあいいか。で、ちょっと待ってね。よいしょ。ほい。ほい、よし。デキラーなのか、そう、デキラーなのよ。全然余裕ですよ、地下とか。なんなら岩盤近くでも普通に育ちますからね。全然いけますよ。んーで、3、間違えた。ほい。よいしょよいしょよいしょ。
太陽光で育てない樹木なんて丈夫な木材とは言えないざます誰急に誰どこからそのキャラ来た初めましてだけどそんな人いたっけ今までで、こっち側にあれをつけよう。ジャッコーランタン。ジャッコーランタンをほい。こっちにつけましょう。よいしょ。ほい。で、こっち一発。はい。はい。はい。オッケー。よいしょよいしょよいしょ。なんていうかさ、料理とかもそうだけどさ、このさ石を掘る作業もさ、掘るときはあんなに時間がかかるのに置くときは一瞬なのよね。なんかもう料理って時間がかかるのにって、食べるときは一瞬なのよねってなってる気持ちになった今。2列くらいできるかな？できそうだね。よいしょ。太陽光を浴びずに育ったなんて人体への悪影響が心配ざます。誰だよ誰だよ。どこからそのキャラ出てきたんだよ。はじめましてだよ。巨大な地下植林場。料理は下ごしらえが8割ってやつ。まあそんな感じかな。適当言ったけど、まあそんな感じかな。よいしょ。OK。なんかこう、何かにつけてイチャモンつけたい人のイメージ。そうだね。うん。なんか割とイメージ、なんか遺伝子組み換えうんちゃらかんちゃらみたいな。よいしょ。よいしょ。なんとなく体に悪そうざます。リソースがない。一個もリソースがないよそれ。で、こっち内側に向けて土かな。そうだね。あ、ちょいとお待ち。じゃないな。ここに土、ここに土で、土で、お水がない。お水下取りに行こう。降りれない。よくわかんないけどやめるぜます。あの有名人も危なそうって言ってたぜます。絶対さ、その人さ、水素水信じてるでしょ。絶対水素の音って言ってるタイプだわ。よいしょ。ここ。
ふさぐ。1、2、3。このタイミングでは置けないか。あ、置けた。置けたようだけどこっち向くな。置いといてなんだけどこっち向くな。ちょっと顔の圧がさ、ジャックの顔の圧がすげえわ。ちょっと今ね、ジャックオーランタン自体が少ないのでね。とりあえずこれくらいで。はい。水素ノート。まあ、水素ノートでもいいけどね。で、ここに、苗を植える。こっちに実がなる。で、ここに実がなる。あお、わお。わお。後ろに階段があったから登っちゃったよ。これでしょ。で、ほい、ほい、ほい。で、水。水素水は体にいいんだます。絶対なんで体にいいかは分かってないぞ。別に水素水って言ったって、そもそも水が水素と酸素なんだよな。水素と酸素から出てくる、出てできてるやつの水素水って何？何？水素多めは過酸化水素、過酸化水素は違うか。なんかまた違うものなんじゃないの？ H3O になるってこと？どういうこと？ちょっとずらそうか。あ、水せき止めちゃった。最初開けた時、開けた瞬間ポンってなるかと思ってヒヤヒヤした。確かにそうだよね。割となんかそういうイメージあるよね。おー、でもなんかこうさ、 なんだろう、よくなんか私が詳しくないだけで、なんかそういうよくわかんないもの、よくわかんないものって言ったら失礼だけどさ、なんかあんま聞いたことないようなものとかでもちゃんとこうね、実証、健康が実証実験ちゃんとされてますみたいなのがあるかもしれないが、そうなのかいって思って見てたけど、水素はさ、水素はそうなのかいっていうね。炭酸水製造機ならぬ水素水製造機もあったね。なんかそんなのもあったね。そんなもんあった気がするわ。よし。そしてね、私今気づいたんだ。畑作るのにクワがない。クワがないよ。クワがないのよ。自宅で炭酸にじゃねえよ。自宅で簡単に水素水が作れるね。あ、なんか外にいるな。今、スケルトンと目が合わんかったか、私。いるね。あそこスケルトンさんいらっしゃるね。燃えてるね。スケルトン燃えたね。この鬼、土を水に浸しただけで満足してらっしゃる。そんなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはない。大丈夫だよ。ちゃんと分かってるよ。あ、だけどね、今回ね、初めて、私初めてね、今のバージョンの、
マイクラなんだっけな、マングローブのね、ま、森に泥のね、なんか新しい、なんだろう、土っていうかさ、なんか泥ブロック、まあ前で言う粘土か、粘土みたいなブロックができてるんだよ、新しく追加されたよってのは知ってたんだけど、なんかね、マングローブの森に行かないと泥って手に入らないと思ってたんだよね。そしたらなんかね、土系のブロックに水ぶっかけると泥になるらしい。びっくりした、知らんかった。そうから今度ね、ちょっとね、やってみたいっていうか、今後ねやりたい装飾で泥ブロックを使いたい部分があったから、やったーと思って、わざわざマングローブ探しに行かなくてよかったと思って、めっちゃ助かったわ。自ら仮装を選ぶとは、さすが水って大事なんだな。そうなのよね。でとりあえずこれがね1層目ね、1層目で、向こう側じゃないんだよな、ちょっと待ってね、今なんかねトラックボールの反応が悪いわ。よいしょ、で今ねこのね作業をしている間に、ちょっと下でちゃんと機能をしているかどうか調べたいので、よいしょ。これね、上がね白樺で、下がね多くの苗木を育てる用の高さになっております。よいしょ。なのでもしかしたらね、こっち側に多くの苗木を置くとちゃんとね成長しない可能性がある。あら、野間さん気をつけて、忘れて全部多くにしそうだから。よいしょ。はい、水素水って大事なんだ。そっちは分かんないな。水でよくないか、水でよくないかな、それね。ダメか、普通の水じゃダメか。オッケー。で、こうじゃろ。で、こっち側は、頭皮の苗木を後で植えるんじゃが、こっち側の2段目、3段目を作っていきたいんだよね。だけど問題はさ、このさ、この階段をどこからどうしようかなっていうさ。まあいいか。適当にやればなんとかなるでしょう。ということで、壁かな。この鬼、考えることをやめた。よし。時にはね、考えないことも大事です。いちいちそのね、難しく考えてたらね、先進みませんからね、とりあえずやりましょう。どうせね、後からね、どうにでもね、修正なんかできるんですから、やるだけやりましょうよ。な。ね。で、高さが、2だと、まあ、2だったら、ジャンプしないからいけるけど、さすがに、高さ2は圧迫感がすごすぎるから、せめて3だね。で、3だとして、3、4段目で、ここに水とかを置くとして、で、2段が限界だな、多分な。ってことは、もうちょっと、高さ2って頭をゴリゴリ天井に擦りながら動くイメージ。ほんとそれ。ちょっとでも動いたら、髪の毛、もしゃもしゃになっちゃうぞぐらいの感覚よね。ほら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11あるから、ちょっと待ってね、これ、普通に飛んだら危ない。よいしょ。大丈夫でした。
え、で今いくつだっけ、ちょっと待って、今なんて言った私、ちょっと何マスって言った、11って言った、11だね多分ね、11だと思います。5にしよう。なんか中途半端にさ、なんかあのすごい低いなんか回が1個できたりとかしても、なんかバランス悪いし。おー、打ちました。とりあえずなんとなく5段ずつぐらいの、よいしょ、がない、あった、ほい。で今のうちに、今ハサミいらないから、ちょっとお水くんどこっか、へいへい、よし、畑が畑がちょっと一回ダメになったね、やってしまったね。ほいよいしょ、 OK、 で、とりあえず天井を張ってまいります。んでだちょっとここあの土の柱になってしまっているのちょっと心もとないので、あ、ちょっと待って、その前に、ちょっと待ってね一応ね、下降りるのめんどくさくてねできれば今のこのタイミングで、よいしょ、階段を回収したいのでね、よしちょっと一回周り囲っとくね、よし、そうじゃない、はい、もう一個削れるか、でここを、はい、で梯子を張り直して、よし OK で、こうじゃろ、でこうじゃろ、でこの辺からね降りられるようにしたいんじゃが、降りられるようにしたいんじゃが、こっち一個ずつずらしていっか、ほいで、こんな感じこんな感じって言われてもわかんないと思うけど、このね上のお店のね、こっちがね木材屋さんになる予定なんだけど、木材屋さんかな、こっちからこうまず1段目のね、あの畑のところまで降りてきます、で2段目降りま落ちます降りるんじゃなくて落ちますなんだけど、落ちてまいりまして、でよいしょ、でこちらのね、あの2段目の層にまいります、でこう一個ずつね、あの一個ずつこう階層を横にねずれながら、降りてくる感じにしようかなと思っております。これはねどうしてもね
上の建物のサイズと下のねこの、 あの植林場をね作れるサイズ感がちょっと違うからどうしてもねずれちゃうんだけど、これはねしゃあない、これはしゃあないよ、これが自然の摂理ってもんよ。 OK、 うん、で、うん、これで落ち着きじゃろ。で多分ここまで全部畑にしちゃうとまた私が踏み荒らす可能性があるから、ちょっとここはここは石にしよう。よし、下の階に落ちる降りるって言いたかったんだけどね、あのはしごが足りなくて落ちたわ普通に。そして普通にダメージ受けたわ。これでよし、オッケー。オッケー。うん。こんな感じですね。で、下が。で、あれ、降りられない。降りられないよ。降りられないよ。あ、生えてる、生えてる。よしよしよし、ちゃんと。お、びっくりした。降りてきた瞬間に生えたわ。はい、こんな感じでね。あの、下の段のところも、あの、きっちり、きっちりさ。あの生える限界、あの横がね2マスもしくは3マスって言ってるので、このね木がね生える限界のところで今調整してるからみっちみちみっちみちのみっしりなんですよね。ギチギチすごいでしょもうなんか満員電車かっていうぐらいみっちみちのギシギシなんだけど、ストレスフル木材またザマスされちゃうなー、きっとザマスに言われるわ。そんなのよくないザマスって言われちゃう。知らんかな。で、ということで、こちらが、ここまでだね。ここまでは、普通に、木材じゃないわ。石を張っていくので、こんな環境に置かれた木材なんて使えないざます。それはそう。あ、それはそう。あの、ただのわがままかもしれないけど、それはそう。うん。もうちょっと伸び伸びしたね、木がいいとかって言われたら、それはそうなのよって思うわ。でもね、きっとね、ザマスは知らないんだよ。この木があなたたちの家になっていることを、はあ。世の中には知らない方がいいことがあるんだよね。あ、ディーンさん来てくれてありがとうございます。ちょっと待って。一口だな。今日も一日お疲れ様でございました。あ、乾杯。ちょっと後ほどね3本目を取ってまいります。ケビありがとう、乾杯ありがとう。ただいまですね、どこからだっけな、69から45までね、あの Y69 から45まで全部ここね地下を掘り抜きまして、植林場とかぼちゃ畑をね作ろうとね今頑張っております。で、私今気づいたんだけどさ、この下さ、水あったよね。あれ、これ水だっけ？あれ、おかしいな。はい。ちょっとね、思った以上に作業が長くなってしまって。4時間配信してるうちのね、2時間10分。ただただね、地下の穴を掘っているだけという地味な様子がね、流れておりました。いやー、まさかだわ。まさかだったわ。でもおっと、暗い。普段はね、ほんと4時間5時間平気でね、私裏ブランチマイニングしてるからもうなんかね、何時間ぐらいかかるなんて全然気にしてなかったんだけど、よいしょ。こんなもんかな、1個でいいかな。うん、思ったよりもね、よいしょ、時間がかかってしまいました。ここまででいいかな。よし。
で、ここね、よいしょ、ほいで、ここは4列土で埋めます、よいしょ、埋めます。で、両サイドは水を流すので、ほい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 、暗いな、さすがに下からの明かりがないと暗いですね。はい、こうだね、よし。で、水を流す、水水、よし、ほい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 、あ、間違えた、間違えたよ、水をせき止めてしまったね。はいはい、水、あ、別にこれ無限水源にする必要はないんだけどさなんか気になっちゃうよね。あ、またやってしまった、またやってしまった。はい、よし、 OK。 で、ここも、よいしょ、この上をね塞ぐんだけど、だったらここもね一列立てておこうかな。こんなまま休憩中かな。あ、待って、お酒取ってくるわ。ただいま。よし、ということで、しのさん、お仕事中かな、乾杯早いなということで、お疲れ様でございます、乾杯。おかえり KP、 おかえり、お仕事お疲れさんです、お疲れ様です。よし、だいぶね出来上がってきたよって言いながら、もしかしたら時間延長するかもしれないけどあ、間違えちゃった、先に置いちゃったよ、先にブロック置いちゃったよ。ちょっとこの下、この下に、えい、よし、何もないです、何でもないです。あ、柿の字さん、KP のまあ来てくれてありがとう。おー、なんかすごくなっているそう、だいぶ出来上がってきたよ。ということで、柿の字さん来てくれてありがとうございます。今日も一日お疲れ様でございました、乾杯。はー、うんめー。そう、私ね、Y69 からY45 までね、25段ぐらい、全部ね掘り抜きましてで、17×17 の ×15 段ぐらいを全部掘り抜きまして、あ、これ半分くらいなんだけど、今これのね倍ぐらいをね、倍まではいかないか、掘り抜きまして、植林場とね、かぼちゃ畑をね作ろうと思って、ただいま作業をしておるところでございます。でね、もうね大枠はね出来上がった。あ、みんな乾杯、ありがとう、ありがとう。よいしょ。で、うまいこと下にね
降りる階段を作ったりとか、あとはなんだろうな、なんだ、かぼちゃ畑のこのね、あの仕様というか2段あるので、これをね整備したりとかしておりました。うん、あとちょっとこの辺ね暗いんだけど、今ね1個下の層で、あのかぼちゃのね種をすでにね植えてありますので、それがね育ったら順次ね、あのかぼちゃのジャッコーランタンを作って光源にしていこうかなと思います。で、なんで私がね、あのかぼちゃ畑をね優先したかというと、ブランチマイニング場にねかぼちゃのランタン光源で使いたくって今ね、あの松明でね湧き潰しとかをしてるんだけど、ちょっとね天井とかに埋め込むようにジャッコーランタンが欲しくてね、それもあって先にジャッコーランタン畑じゃねえけど、なんだっけ、かぼちゃ畑、そうかぼちゃ畑をね作ろうかなと思って今作業しております。でそうでね、あれどこ行った、あったそうで、これがね、もうある程度ね試作をして、あの寸法をねきっちりきっちりと、あのスーパーフラットのね世界で、あの測ってやっていたので、よいしょよいしょ、おそらくね、おそらくちゃんとできるんじゃないかなと思っております。ここ後であれだね、柵立てようね、落ちるからね、多分あの私じゃなくて綿毛ちゃんが落ちるから、この辺ちゃんと柵立ててやろうね。はい、はい、ということでね、こんな感じでねできております。あ、ここ埋めてない、埋めてないよ、野間さんそういうとこだよ。で、できれば今ね植林場の方をね、完全に焼いた石でね埋めてしまってるんだけど、砂漠とかを見つけて砂がたくさんね手に入ったら、この辺あのガラスにした方が綺麗なんじゃないかなと思います。ということでね、だいたいできた、だいたいできたよ。ブランチマイニング優先なの、ほんまわら、だから私はブランチマイニング上ガチ勢だって言ってるじゃん。ブランチマイニング上ガチ勢なんだから、ブランチマイニングのことをまず考えるよそして多分ね、あの次ブランチマイニング場見に行ったら、あ、本当にこの人ブランチマイニング場ガチ勢なんだなって分かると思うから、大丈夫大丈夫、ほんとすぐ分からせてやんよよし、はい、ということでね、よいしょ、一旦ね、あの外のところからちょっとね、はい、まだね外装とか内装はできておりませんが、こちらのね2軒連なったあのお店屋さんの地下にね必要な施設を作っておりました。企画関係ないとこなんだよな分からせたい気、あのね多分今回じゃない、今回じゃないな、 あのねブランチマイニング場作ってる時にね廃校にぶち当たったんだよね。で、そこのね攻略の時にね行こっかなと思って、うん、なのでねまた後日ね、後日やります。多分ね予定では21の日曜日にマイクラ配信をやる予定なんだけど、その日にねあの廃校見学じゃない見学してどうする、廃校の探検に行こうかなと思っております。はい、ということで、お店の中入りまして、このね右奥のところからねはしごで降りてまいります。で、一番最初に到着するのがこちら、ただいまねまだ小さな目でございますが、かぼちゃ畑となっております。うん、で、こっちはねちょっと吹き抜けになっているんですけれども、こちらについては、はい、もう一回下がります。降りられません、はしご苦手です。あ、もうちょっとで実がなるね。はい、で、こちらねあの来ますと、1段目のね1段目の植林場となっております。はい、まあ、こちらはねちょっとね水流式にねあのする土地の余裕がなかったので土地の余裕がないっていうか、できたんだけど別にいらんかなと思ってこっちがメインじゃないのでね。はい、なのでこちらね、まあそのうち頭皮の木材も足りなくなるんじゃないかなと思うので、1段目はねだいたい頭皮の木材
を植えることになるんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらね、はい、一番下の層まで参ります。あ、生えてるね、生えてるね、いいね、いいね。あの、だいぶ見にくいですが、あ、後ろのこの白カバーがまだだね、白カバーがまだカバーされとらんね。はい、こちらが、多くの木と、よいしょ、白カバの植林場となっております。よいしょ、いちょっと後ろの白カバーが育ちが悪い。はい、おお、すげえでしょ。はい、後ろの方がねちょっとねまだ育ってないんですが、一応ね制限ブロック9ブロックだったので、後ろをね、あの、上を9にして、で白樺はね確か上8でもいけた気がするので、一応ね、あの、後ろの方白樺になっております。もしこれでね本当にね白樺が育たなかった場合は考える。そしたら、あの、上の階をねちょっとね段々にして天井上げようかなと思っております。はい、こんな感じでね、よいしょ、水流で、あの、落ちてきたねアイテムを回収してっていう形になっております。よいしょ、ちょっとねこれね頑張らないと私がドナドナされる。よいしょ、でこれをね作りたかったので、割とね事前に何マスかける何マスの土地が必要で、上の建物何マスかける何マスで作んなきゃいけないかっていうのを割とね事前にねめっちゃやった。あの、スーパーフラットのあの世界でねめっちゃ試作してやったんだけど、なんとかね今回あの無事にね、よいしょ、作ることができました。よかった、ドマドマ。それはね多分居酒屋さんかな。うん、さつの間ありがとう、昨日日。そうなのよ。そう、まあとはね、そのやっぱりね、マス目のね数が限られているっていうのもあるので、最低限のマス目でやりたいことをねちょっと詰め込んでいくっていうところにちょっとこだわりたかったので、そうなので今回はね、あの、この植林場がありきの上です。でここちょっと今ねまだ上閉じてないので上乗っちゃってるんだけど、こんな感じでね、あ、はしごだそう、あの、水流の上に落ちたアイテムに関してはこうやってあのチェストの中にね入ってくるという形になっているので、まあ別にそこまでね、あの、厳密にアイテムとかを回収したいっていうわけではないんだけど、おお、ちゃんとホッパーまである、あるよ。そう、まあ苗木とかはいいんだけど、あとこのね、あの、通路の上に乗っかってしまったものとかはまあしゃあないなとは思うんだけど、なんだかんだその木とか、あ、木の棒とか、あとリンゴとかね、なんだかんだ、あの、あったら便利なものとかがいっぱい落ちるので、ここでね回収できるようにしております。はい、ということでね、いやー、なんとかあの10時までに終わってよかった地下をね掘り抜いた段階で8時超えてたからわーってなったけど、途中ね、あの、鉄のね、あの、なんだっけ、鉄のピッケルそうとかにね、そう、持ち替えてちょっとねできるだけあの時間をね短縮できるようにしたので、なんとか間に合った。あれ、石のピッケルのままだったらやばかったね。よいしょ、ちょっと待ってね、一旦ちょっと待ってね、一旦ね、あの、骨粉取ってきて、後ろのね白樺がちゃんと育つかどうか見てみたいわ。多分大丈夫だと思うんだよね。試作をした段階では大丈夫だったから大丈夫だと思うんだけど、よいしょ、あ、まだ焼かれたあいついるな。コップン作ろうぜこれね、下コンポスターなんだ。2つでいけるかな。よし、
マのドマ。それもなんかだいぶなんかドマドマのなんかキャラクターみたいだな。よいしょ。おい。よいしょ。ここが降りられない。降りられない。よいしょ。ほい。ちょっと待ってね。これで、後ろの子の方がいいか。あ、ダメだな。一個足りないか？ちょっと後でもう一回コップ持ってきてちょっとやってみますわ。よし。まあまあでも大体ねできたのでよし。あとはこの辺のかぼちゃが育ってくれたら万々歳。よし。オッケー。なので次はこちらのね、建物の中のね、内装とかをちょっとね、仕上げていこうかなと思います。よし、ここね。中。うん。一応ね、この中もどういう風にね、あの建物作ろうかなっていうのは、なんとなくもう、構想というか、こんな風にしたいなっていうのがあるので。うん。なので次はね、そこまで時間かかんないかなと思います。なので、次回は内装を作って、いろいろやって、時間が余ったら、さらにその次の建物のなんかこととかやろうかな。うむ！よし！ちょっと雨だな。雨の中エンディングか。どうしようかな。どうしようかな。あ、そうだ！地図書き換えようか。多分さ、これだいぶ拡大されてるからさ、多分映ると思うんだよね。こっか？えい。お、建物見えたよ。これで、ここ。イェーイ。一軒目の建物、あ、ん？あ、そうだね。一軒目の建物と、ここ、石材屋さんね。こっち二軒目の木材屋さん。屋根の色が一緒だから分かりにくいな。で、ここもか？あ、大丈夫だね。はい。ということでね、2軒。おー、できてるでしょ？そう、だいぶね、アップの地図なので、だいぶこれ、反映されますね。うん。家の形までしっかりわかるし、道の形とかもね、わかるね。なんならね、この上のところね、もうないんだけど、この辺のね、伐採作業をしてた時に、私と綿毛ちゃんがね、仮で置いたベッドが2つ見えるのよ。ちょっと恥ずかしいんだけど。ベッドと、チェストと、あと、作業台かな置いてたのがね、ここに見えてるっていうね。くっさ、ほんとだよ。雨ざらし。そう、これで、ね、仕方ないのよ。仕方ないの。うん。なんだったら、このね、緑色の、このマークがついてたところにもともと、この地図があって。そう。で、まあ、あっちまでね、行くのも大変だし、あそこがね、町の中心になることはないから、とりあえず町の中心に移動させようって思ったら、なんかね、残っちゃったんだよね。ダブルベッド、ダブルベッドじゃないよ、ツインだよ。間、一個空いてるからね。ほら、ちゃんと空いてるの分かるでしょ、ほら。二台ね。ほら、ベッド二台空いてるでしょ。分かる？みんな分かる？分かるかな？そしてね、私がね、パクってきたね、かぼちゃ。今、栽培してる元になったかぼちゃがね、ここにある。たまたま、この辺のかな、地図を作った時に、ペッて貼ったら、あれ？ここにね、かぼちゃあるじゃんって言って、パクってきた。多分これもね、もう全部取ったから、更新したらなくなるんじゃね？あ、ある？え、な、あるの？あるのかい？本当にかい？あ、あるね。あれ、まだ残ってたっけ？ああ、よくわかりません。なんでだよ。だってここもうないよ。あ、そしてこれね、これ愛媛。これ綿毛ちゃんが自分で何か作ろうとしてる、ここ愛媛ね。はい。通称愛媛。四国ほどの大きさはない。
なので、ここにね、わたげちゃんがなんか作りたいって、なんか建物をわたげも作るんだって言ってたので、この島の範囲だけ自由をね許しております。そこがわたげちゃんの地元ね、愛媛の植民地かな、もしかしたら。うん、わたげちゃんがね、愛媛の領土拡大を狙って、多分ここをね新しい植民地にしようとしてるだけだと思うよ。はい、ということでね、ちょっとずつね、今地図拡大しましたが、ちょっとずつ広がっております。いやー、なんかこうやってさ、絵で見ると嬉しいね。うん、そう。なのでここからね、また今木がない、このね、私が森林破壊をしたこのエリアに、ちょっとずつちょっとずついろんなものをね建てていこうかなと思います。東京都の離島的な小笠原諸島とか出来上がるのかな、この先。よいしょ。はい、なので、まあそうね、2つ建物を建ててこれくらいだから、残りね、今日はねマス目を消費してないんだけど、残り1689マスだと、多分ね、この辺のエリアが埋まるか埋まらないかだと思うんだよね。今ね、平均ね250くらいで1個家が建ってるから、うん、からって考えると、そうだね、あと5軒6軒くらい建つかなってよ計算なので、はい、この下の方がね埋まっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでね、まだまだ私のね、ノマ王国の土地足りておりませんので、皆様高評価であったりとか、もしね、まだチャンネル登録してないよっていう方がいらっしゃったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今のねコメント欄ではなくって、アーカイブにね残った際にコメント残していただけますと、そちらのねコメントの数も、私の領土のね拡大のコメントじゃない、ポイント数に関わってまいりますので、ぜひぜひアーカイブの方もねコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、無本コメントよろしくお願いします。無本はせんでええのよ、取り締まるよ投獄するよ。君たちがそうやってね、謀反を起こすからね、君たちはね、地下労働施設に閉じ込められるんだよ。わかってる？強制労働自業自得になっちゃうからね。横暴だとか言ってるけど、君たちが謀反を起こしてるせいだよ。わかってんのかい？隠れのましたなんでだよ。逆だろ？のまさんに反抗してるから、のましたんではないと思うよ。よいしょ。ということでね、こんな感じで、あー、できてるね、かぼちゃできたね。ちょっとかぼちゃ収穫だけしよっか。ない、斧ない。じゃあええわ、まあええわちょっと待ってね、降りられない、ここ後でね、今でいいか、これよいしょ、延長しないとね降りられない。そうだね、まあやっぱり後ろの白樺がちょっと気になるから、あそこだけちょっとなんかしておこう。はーい、 OK です。座敷牢ですか喜んどる、座敷牢希望者が喜んどる。座敷牢は多分ね、そっちじゃないね。イラスト踏みさせられるのかもしれない。春さんのイラストは踏めないから自給します。まあ確かにね。うん、それは多分無理だと思うよ。はい、ということでね、ダメか。また座敷牢は座敷牢で別でしょ。座敷牢は下、城の地下とかにあるからさ。よし、オッケー。それでは、やっとね、空も晴れましたの。晴れてない。あ、晴れた。よいしょ。晴れましたので、はい、本日のね配信これで終わりにしたいなと思います。皆様長いこと、そしてね、半分くらい土の中というね、土と石しかないというね、とてもね地味な配信になりましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。おかげでね、
いい地下施設が、地下労働施設がね、できたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。野間さんは青竹踏み。やっとるでしょ、いつも。楽しかった。本当楽しかった。まあまあ、野間さんがね、普段、こんな地味な作業を機器としてやってんだなっていうのをね、お伝えできたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。地下活動、お疲れ様でした。ありがとうございます。地下労働。私もなんだかんだ地下労働をしてるからね。なんなら私が一番地下労働をしてるわ。ね。ということで、次の、ちょっと待ってね。次のね、予定がね、次が来週の土曜日の13日、5月13日の、こちらもね、18時からの予定となっております。13日18時から、マイクラのね、この続きをね、やっていきたいと思っております。次はね、この建物の内装と、まあ、あとは時間が多分余ると思うので、時間が余ったら、なんかこう、次の建物のね、建築の準備であったりとか、あとあのね、よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ。ほい。あ、間違えた。ここだ。そう、あのね、このね、この、すぐ横にある縦穴がね、縦穴をこれどうしようかなと思ってて、あ、掘り抜かないよ。ここは掘り抜かないよ。なんだけど、せっかく、縦にズドンと穴が開いてるので、なんかね、これをね、なんかこう生かしていきたいなと思っているんだよね。なのでちょっとこの辺の整備とかなんかしていきたいなと思っております。深い、そうなのよ。だし、あのね、割とね、一応湧き潰しをしてるんだけど、この辺でね、略奪者が湧くので、気づかないで横通り過ぎて、ここでね、落ちそうになることがあるから、一応ね、この周りあんまり簡単に、ちょっとね、ちょっと弓とかでいられた程度だったら落ちないよっていう形にしたいなと思ってて、うん。なのでね、この周りをね、ちょっと、なんて言うんだろうな、広場とか、なんか憩いの場所とかにできたらいいのかなと思っております。はい。なので、まあ、すぐにではないんだけど、次回ね、時間が余ったらここのね、整備とかをやりたいなと思っておりますのでね、皆様よければ遊びに来てくれると嬉しいです。はい。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。また次の飲み会でお会いいたしましょう。それでは皆様、おつの間でした。ありがとうございました。おやすみ。